皆様おはようございます。川村彩奈です。ああ、横山さん昨日もいなかったのにもう今日もいないじゃないですか。ま、いっか。今日も川村彩奈の午前様様でお送りしていこうと思います。いやー、今日もですね、梅雨らしい空ですよね。どんより曇ってますけれども、雨が降ってないだけ、通勤の時はいっかと思いました。ラジオネームみつままさんです。毎日暑いですね。晴れの日はもちろんですが、晴れてなくても蒸し暑いです。先日曇っていたので安心して出かけてみたら、蒸し暑さで帰ってみると汗びっしょり。そして今週は熱中症なのかちょっと体調崩し気味です。まだ6月なのに7月8月とどうなるのか今から心配です。無事この夏を乗り切ることができるようしっかり体力をつけておかないとと思うこの頃です。そうですね、熱中症かもということで気をつけてくださいね。水分補給しっかり、まあ、でもやっぱ体力をつけるためには私は梅がおすすめです。うん、これね、梅、やっぱ梅をね、梅酒にしてみたり梅シロップにしてみたりっていうのがやっぱいいんですよ。私も昨日の夜ちょっと梅の漬け具合どうかしらと思って、まあ、定期的にこう氷砂糖と梅をこう混ぜないと均一にこう溶けていかないので、でちょっと見てみたんですけど、瓶を2キロ漬けてるので1キロ1キロの瓶2つあるんですよ。でこの瓶どうかなと思ってパッて見たら、やっぱちょっとね、あの進んでました進んでました。あら、なんか、え、生き量、生き量、生き量のなんか笑い声がしたんだけど、おい、梅子おい、梅子、お前言うたら知ったらもう全部の話が梅に行くじゃん。やっぱり梅雨時っていうのはただでさえ蒸し暑くてジメジメしますから、楽しみを見つけることは大事なんですよ。一個でも楽しみを見つけるんですよ。なんで番組が始まって、うん、わずか2分で、うん、もう梅の話いく。やっぱ梅雨といえば梅の雨と書きますから、梅の話から入らないと、油断するとすぐ梅に行く。すぐ何なんですか、いるなら最初から喋ってくださいよ。どういうことなんですか。川村彩奈の午前様様の、はいはい、スタジオの様が見たかったの、はい、どんな感じになったのかなと思って。知りませんよ。嬉しそうに喋るね。嬉しいですよ、それはもう楽しいばっかりじゃないですか。こんなのいくらでも喋りますよ。もうちょっと黙っておいていただけたらと思ったんですけど、ついついなんか笑い声が入っちゃったから。本当は、はい、もう 4,5 分とか 5,6 分とか、うん、普通に川村が一人でやって、うん、はい、リアルにちょっと、はい、リスナーがあれ本当にいないんじゃないのかなって思わせようと思ったけど、突っ込まずにはいられなかったありがとうございます。いや、やっぱり、ね、相手がいてこそね、この御前様様だなと思います。横山さんがいて昨日ね、はい、俺御前様様をウォーキング中に改めてまた聞いたの、はい、ほうほう。でオープニングの1時間さ、その川村が一人でやってた御前様様を、はい、俺の中で一人反省会で、川村になった気持ちで一人反省会反省するとこ、そしたらさ、うん、何気に、はい、よくできてた。あら、お前のことだから、あらららと思って、ちょっとケチでもつけようと思って、明日いじり倒してやろうとか、はあはあ、改めて思ったの。で、ずっと聞いたの。で、2回聞いたの。2回も行きの最初の5、6キロ。で、U ターンして帰りの5、6キロみたいな。はい、はい。で、ちょうど、1時間40分ぐらい歩いてたから、はい、から2回聞くのちょうどよかったの。たら、あれ込みどころがないかもって。いや、そんなことない。川村さんの一人面白いかもとかって思っちゃって。嬉しいです。ありがとうございます。でね、あの、横山さんは今日、はい、決して遅刻をしたわけで本当にありません。で、番組の始まる、ほんと10分とか前に、いつも通り来ました。皆さん、これをお伝えしておきますが、いつも通り来て、いつも通り打ち合わせをしたんです。そしたらなんか、え、今日さ、川村、オープニング一人で喋ってみればいいじゃん今日もなんか突然俺は昨日さ、その川村がお便り様々のコーナーで、はいはい、福山の舘ひろしが読まれたの、はい、
で今日川村さん一人だったら、はい、ちょっとやってほしいことがあります。そうですそうです。メールを破るっていうのを、はい、川村さんにやってほしいみたいなことを言って、でそれ読んだ後すぐにシモティーナのメールを読んだの、はいはい、だから下高がまたバカなメール書いててさで舘ひろしシモティーナって読んで、はい、川村がシモティーナのメールをビリ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 って破って何にも言わずに、はい、破った音で CM 入ったの、はい、たら破ったのが中村梅雀ですって出てきて日本行動の CM でビリ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 中村梅雀ですって破ったの梅雀だったのかお前ちゃんとしろやお前ってすごい思ったなるほど、これからはコマーシャルまで計算に入れないといけないですね。そうなの、こういう落とし方があるのかって、はいはいはい、犯人は中村梅雀ですってあそこに持っていくっていう、いや俺斬新もうまさに昨日も写真オールナイトだった本当昨日も聞きましたそれあ、そんなことになってましたか確かにそうでしたね。もう私 CM に入ったらはぁ一息ついちゃってたんで全然そこまで気が回りませんでした。俺あそこに振るっていう手があったかと思って、はい、いやそうでした。川村さんのあのアバンギャルドなあの放送にいや感服いたしました本当にあれおかしいな、全然そんな風に見てくれる人やっぱいなかった。梅雀落としね梅雀落とし、そんなとんでもないです。そんなでもシモティーナさんとしてはじゃあなんか良かったなと。いやそうだよまさか梅雀に破られるとは。梅雀さんに破られるでも本当にあのリスナーの皆さんにそうやってあったかいメールをいただいたので1時間なんとかって感じですそうですね、これからじゃあちょっとコマーシャル、どんなコマーシャルが入ってるかっていうことも含めて、うん、そうなんだよね、打ち合わせしないといけないかもしれない。っもっと緻密にやっていくべきだよ、はい、俺たちはもっともっとある笑わせ方がそこまで準備してなかった、足りなかったですね俺昨日ね、そのさ、はい、東京から帰ってきて、はい、でそのまんま、もうそのまま何の打ち合わせもなくさ普通にポッと入ってきて、はい、で終わったじゃん。そうでした。ってことは、うん、打ち合わせいらねえんじゃん、いります思ってたの、はい、でやっぱあの梅雀ですっていうのを聞いた時にいやー川村さんのあのものすごく細かなその準備と大胆な生放送、うん、いやこういうことかってやっぱ思ったよね。やっぱね、うん、意外とね、やっぱ俺ね、ずっとこの会社に入ってから思ってることがあるの、はい、そのすごくいい大学と言われている方々がいかにバカかっていうことが分かったっていう、いわゆる受験では負けたけど、いわゆるアイディアとかさ、いろんな経験値とかさ、いろんなことを考えた時に、いや勉強ができたから優秀ってことじゃないんだと、はいもちろんです、受験勉強が優秀だったんだっていうふうに思ったの。だけど最初そう思ってたけど、ずっといろんなことやっていくと、ただ彼ら彼女らはコツコツやるとか、うん、嫌なことを続ける、なるほど、みたいなことに対しては、俺らよりも断然我慢強いの、はいはいはい、粘り強い、はい、あれを俺は川村さんに感じてて、うん、そうか川村さんは一人で御前様やるって時CM を全部こうチェックされていたチェックしてない、いやす細かい、俺そこ名感があったと思って、そうやねバレましたそういうねタイプなんですよ実は言いますね。いやそうですね切り口ってことですよね、切り口なの、結果的に切られた、あーそうかそうか、口がそうだそう見えたっていうことなんですけど、でも私も昨日、うん、嬉しかったことがあって、はい、会社仕事が終わって、うん、で帰り道こうテクテク RCC の前に歩いてたんですよ、はい、そしたら後ろから中村梅雀ですって後ろで梅雀さん梅雀さん来られてないです後ろから高校生の男の子が自転車でパーって来てでキキーって止まって、はあ、で川村さんですかって、おお中村梅雀です自己紹介はされませんでしたけど、梅雀さんだったかもしれませんけどいやいや、あそうです川村ですって言ったら、うん、写真撮ってもらっていいですかって言って、はあ、あいいよって言って、うん、自転車から降りて、はあ、でインカメラでスマートフォンパシャパシャパシャって撮って、はあ、でありがとうございましたって言って、うん、でしたら船入高校の制服を着てたんです、はいはいはい、であ後輩だねっつって、おうおう私も船入だったんだよって、あそうですよね知ってますって、おうおうで結構焼けてて日焼けして、はい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 、あいいね、うん、部活何って言ったら野球部です、おうおうでポジションはサードです、うん、あ教習来るね大変です、うん、で打順はサードです、うん、3番です、え打順サードだった
お父さんは中村梅雀です。中村さんだったかもしれないです。私は3番ですみたいな。おーいい打ち打ってるね、すごいね、そう頑張ってねって言って、ありがとうございましたって言って、で去っていく去り際に、今日の御前様むっちゃ良かったですすごいトークのクリーンアップだね、やつはね。もうその一言だけで頑張って良かったって思いましたけど、よく考えてみたら、いつ聞いた？いや本当だよね。昨日だったので、で学校もあったはずですし、で部活も終わり、部活終わりだって言ってたんですよ。だからなんかいつ聞いてくれたんだろうって思って。いやでもさ、ね、俺たちが、はい、その子供の頃、うん、俺忘れもしないんだけど、広島カープと近鉄の日本シリーズを、はい、みんなポケットラジオを自分のポケットに入れて、でイヤホンを袖口にずっと通して、で頬杖をついてるようなふりをして聞いてた子がいたの、はい、で俺もちょっとやってみたいなとかって思って、でやったことがあるの、はい、だけどやっぱ怖いじゃない。怖いですよね、見つかったらどうしよう思いますよね。だけどそうやって聞いてた子がいたから、はい、それ考えたら、今の子なんかイヤホンとかポッと刺してたらさ、授業中でも聞けるよね。そうですよね、ちょっと紙とかで隠したりしてね、そういうのいいですもんね。全然わかんないよね。だからでもどうやって聞いてくれたの、授業中だったけどな、くじってと思って。いやでも聞いたんだろうね、どっかで ね帰り道とかに聞いてくれたのかもしれないですけど、でもすごく嬉しかったです。そうやって高校生の男の子がラジオ聞いてくれてるっていうことと、そうだね、褒めてくれたのが嬉しかったです。だってさ、俺たちが今ラジオにこうやってハマってんのは、中学校高校の時ハマったからだからね。だからあの時期にオールナイトニッポンを聞いたりとか、あと地元のラジオ局、俺だったら宮崎だったら、歌謡曲ベスト20っていうさ、20曲かかるんだよ、はいはいはい、ベスト10とベスト20があって、20位から19、18、17ずっとかけてって、いよいよさあこの後はベスト10ですとかつって、はい、でリクエストがこうさみんな採用されたりするのよ、ああいうのに名前呼ばれたいとかさ、はい、自分たちのクラスのみんなでリクエストしたものがかかったらいいねとか、ね、ああいうのからハマったんだもんね。そうですよね、クラスみんなでお便り出してみようとか、そういうのがあったわけですもんね。だからその男の子もね、なんかすごく嬉しい気持ちになってくれて。じゃあもう船入高校の野球部の応援とか行こうよ、この夏。いいですか、ブラスバンド連れて。星雲それは君が見た光みたいな。確かに確かに、そう、ね、僕が見た希望、いや、まあ、歌手としては青春に星雲それはでもみんなすごいしなやかなバッティングできそうですねちょっと膝がかくくさ、力が入んないんだけどなるかもしれない。こっち側にはねリズムを持ってこれるかもしれません、そういった意味では。いやそうなんです、そんなことがありまして、ね、いろんな反響をいただきました。いいね、自分の高校の後輩がそうやって言ってくるなんて最高だよね。最高でした。ねえ、なんかあったかい気持ちにさせてもらいました。縄跳び持ってんのとかって。そうでも本当はね言いたかったんですけど、道端だったので、ちょっと待って待って、縄跳びシューンって持ってない、うおー組みよう、ここがちょっとよいしょよいしょって川村さん、その縄跳びそれ引っ張るのやめてください。持ってないですでも高校2年生って言ってたから、多分縄跳びもね今からするんでしょうし、組体操とか船入高校体操もしたんだろうな。いやそうだね、お前頑張れよチッコチーとかって言ってしてないです。とっても礼儀正しい男の子でした。このフォアボールどうなってんだこの野郎、チンコチンとかつってすればよかったかもしれないですねぐらいの気がして欲しかったよね、はい、やっぱ川村先輩違うわみたいなその違い見せたくないですねえ、でも本当あの私にとって記念すべき一日でした、はい、ありがとうございます。そんな中で学校で言うとですね、ラジオネームお好み焼き屋のナッカさんです。あいよ、今日は午後から娘たちの小学校で保護者による清掃掃除が行われます、はい、掃除に参加をした人はその後授業参観ができます、掃除だけをしに行くよりも参加の意欲が高まるいいシステムだなと思っています、はい、もちろん私も参加予定なのですが、12時30分には店を出ないと間に合わないので、お客様の入り次第ではいけないかもしれません、はい、子供たちにはお母さんがいなかったらお店が忙しいということだから喜んでねと伝えてあります、さてどうなるでしょうか。へえ、じゃあ地域の奉仕活動をやったら、はい、参観日に行ける行ける、やんなかったら見られないってことだ。多分そういうことなんでしょうね。へえ、ね、そういうシステムなんですね。ちょっとハードルが上がっちゃったかなっていう人もいるんだろうね。でもね、うん、まあ、お仕事の関係とかではね、今ほら共働き家庭多いから、はい、本当だったらパッと顔出してパッと戻ってみたいな、
休み時間中にとかっていう人たちがちょっと参加しにくいのかもね。それだけね、そのそこに予定を取られるという意味では、ね、そうかもしれないですね、うんうん、だけどまあそうしないと、はい、その地域の活動がままならないっていうこともあったりもするんだろうし、いろんな立場の人たちのいろんな意見がやっぱあったりして、ね、今はこっち側に振ってみようとか、はい、次はこれはこっち側にやってみようかとかなるんだろうね、はい、そうですね、うん、なっかさんで言うとね、でもやっぱり見たいだろうなと思うので、うんうんうん、これいけるといいですよね。そうだね、いい具合にこうちょうどいい具合にお客さんが入るのあって、まあ、本当もう朝から誰も行かなきゃいいよね。だからお好み焼きのなっかでしょ。そうです、はもう、休み今日は違いますよ、やってますよ午前中はもう、うん、あの仕込みだけそんなことないですよ、ね、リスナーさんかお客さんと一緒に参観日に行くっていう確かに掃除はね、人手が増えてもね、綺麗になるかもしれないですか、地域の方が喜ぶかもしれないから子供が戸惑いますえ誰やあれなんであの人たちおるんですそう、お母さんの周りにおるけどみたいななりますね、それからラジオネームデニージョップさんです。はい。6年前の夜中、娘が産気づき、日付が24日に変わった頃に2人目の孫が生まれました。ほい。妻だけが病院に向かい、僕はそわそわして寝るに寝つけず、うん、ちょっとうとうと仕掛けて5時頃に目が覚めると、生まれたよというメールが入ってほっとしたのを思い出します。はい。あれから早6年、時の流れの速さを感じています、うん、この週末はお誕生日プレゼントとランドセルを選びにお出かけをする予定です。はい。年々早くなるランドセル事情、リスナーの皆さんの中にはすでに買ったよという方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、いやもう遅いよ。だって4月ぐらいの時にランカツだランカツだって言ったもん。そうですよね、うん、お便りいただいてましたもんね。そう、人気のものはねもうすぐ売り切れるって話ですもんね。そうだね、びっくりしますね。高いしね、種類が多いしね。はい。でほら1年生の時に買ったもの、もう6年生まで使うじゃない、はい、だ想像がつきにくいよね。全然なんかこうでっかいのを処罰されるじゃない、はい、だからよく言うけど小学生って入った時はランドセルがでかいけど6年生になって出ていく時は態度がでかくなってるっていう、あと一緒で、はい、もう身長がさ、はい、親よりも大きいのにランドセル背負ってる子がいたりとかするじゃない。います。だからすげえな、あの子も最初はランドセルの方が大きかったはずなのになとかって思うから、はい、何年も先までとんでもない成長期の時に使うから、うん、どういうのがいいんだろうとか思うよね。いますよね、うん、しかも今ね、昔は赤と黒とかだったのが、はいはい、色がありますから。そうなのよ、そうこの色でいいのかしらって思います。淡いこう紫、はいはいはい、はい、淡い朱色とかさ、今までにはこんな色なかったよねっていうか繊細な色があるよね、うん、ありますよね、うん、そうなんですよね。そうだから何色をね選ばれるのかとかも含めて、いやあとさ大人は7万も8万もするようなものがいいんじゃないって思ったりするけど、ええ、例えば本革のものとかさ、はい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 、だけど子供のこと考えたら、うん、その雑に扱うだろうし、そうですね、安い合皮みたいなのの方が水も弾くし、はい、いいかもしれないとかって思うけど、はい、じゃあ3万円のっていうのと5万円のとか、うん、7万円のってやったら、ええ、いや7万のはまたね、でも3万の買って恥ずかしい思いさせたあれだから、うん、5万にしとくよ、5万真ん中理論みたいなさあんなことになりそうでね。あります、真ん中理論すごくあります、私が親になっても真ん中選ぶような気がする。そうなんだよ、あの予約するときさ、はい、料理屋とか、松茸梅とかだったら、一番いいのがおいくらですか、1万2000円です、はい、あそうですか、うんうん、2番目が、8000円です、はい、あ3番目が5000円です、はい、あ真ん中ですかなんだか言ってきますかつって、本当は5000円のでも全然いいんだけどなと思うけど、いやこいつ一番安いの選びやがったわってで店入った時に、あ来ましたよ一番安いやつって言われたら嫌じゃん。嫌です、嫌です、嫌です、ちょっとそういう見方はねしたくないですよね。でもね、いろんな選び方あると思いますけど、今、ね、ランドセルだってこう使い終わった後に、うん、なんかお財布にしてみたりとか、いろんなアレンジ方法も ねあるそうですもんね。なんかちっちゃいミニチュアランドセル、そうですそうです、を作って、はい、こう記念に部屋に飾れるようにするのをやってくれる人とかもいて、すごい人気なんですよ。そう、着物のリメイクみたいな形であるっていうことなので、はい、うん、ね、素敵なランドセルがね選ばれるといいなって思いますね。そうだね、はい、自分が使ってたランドセルどこ行ったんだろうね。全然わかんないです。
ね、とりあえず自分の家のクローゼットにもない気がするというか、意外と早い段階で邪魔だから捨てられたんだろうね。かさばりますもんね、うんうん、ね、邪魔あのさ、はい、例えばスーツケースがあるじゃん、コロ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 ってこう、はい、旅行の時持っていくもの、はい、あれさ空っぽで置いてあるじゃん、はい、なのにスペースを食うじゃん、うん、だから平成家にある時はあん中にいろんなものを入れて入れます、ね、はい、で置いてあるじゃん、はい、でそれじゃあ使わなきゃいけないなった時、それをチューって開けた時に、はい、くそーこんな意外と大量に洋服が入ってんだなと思って、うん、よし、はい、よいしょって出して違うものを入れて、はい、で旅行行って戻ってきて、そうだったか、はい、これ中身を出したから部屋が散らかってんだよみたいな、すごくわかります、あんな気持ちになるよね、はい、私あのキャリーバッグの中に入ってるだいたい旅行グッズなので、はいはいはい、で旅行に行くってなった時に、うん、あれない買わんといけんと思って買って、カーって開けた時にあったそう、あ、圧縮袋こんなんか入れとったんよとか充電器とかいろいろ俺は、はい、ホテルについている紙のスリッパね、あれを、帰りの新幹線で、これを履き替えて、はい、でちょっと楽して帰ればいいか、はい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 、で入れて、そうか俺スーツケースの中入れたからちょっと取り出すの大変かなと思って、うんうん、まあいいかと思って、はい、そう、まあいいんですね、でまたで、はい、行って、あ、そうかこれまた使えばいいかと思って、はい、新幹線の中でと思って、それがもう行ったり来たりしてるし、紙のスリッパばっかりスリッパ屋じゃねえか俺と思うぐらい紙のスリッパが、そうなんですよね、うん、旅行の時はねありますよねあと弁当を買った時にちょっとだけくれるちっちゃいおしぼり、ああ、あれも何かの時使うだろうなとかと思って、はい、でバッグの中にちょっと、はい、なんかこうぐしゃぐしゃになってるのがあるんだけど、あ、これもう乾いてしまった紙紙ナプキン、これも乾いてしまった紙ナプキンってなるよね開けてないのに乾いてる時ありますよね、そうなんでだろうみたいな、で何気にやっぱ臭いかって一回匂いたいね、臭いのかどうか分かんない一回匂いたい使い捨てのものはね、いつか使うから取っとくっていうこと、状況によくなりますよね、はいはいはい、まあ、ただね、リスナーの皆さんのメールは、はい、使いたいけれども取っておかないという流儀で、はい、この番組はやらせていただいてますんで、はいはい、今日読まれなかったらボツそれが次に引き継がれることはございません、はい、なので今日も熾烈な、皆さんの戦い、はい、そして喜び、はい、誰に栄冠が輝くのか、おー、そうですね、うん、確かにキラキラと、ぜひ、はい、船入高校の野球部のような、うん、あ、ありがとうございます、熾烈な戦いをやっていただければと、はい、あとは本当面白い CM と絡んでいくっていうね今日は聞き逃せない、あ、そうですね、今日倍弱出るかっていうところでどうですかねはい、楽しみにしていただければと思います。ではでは、はい、いよいよ6月最後の金曜日、うわ、確かに、うん、そうですね、来週7月1日ですもんね、そうだよ、早いね、半分ありますね、そうだよ、本当だね、折り返しだね、はい、さあ6月24日金曜日、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は全ての人の中にある輝ける部分を見出すことをテーマに、動物たちが歌のコンテストで奮闘する姿を数々のヒットソングに乗せて描きましたミュージカルアニメ、今から6年前です、2016年公開のアメリカ映画シングのご紹介です。はい、見せていただきました、川村彩奈チョイスということで、そうなんです、はい、あのすごく楽しい気分になりたいな、川村ちゃんだなと思いましたあれ、あの DVD のパッケージ見ました？あ、見てないです。キッズって書いてありますキッズ映画、子供向けだと、はい、青いシールキッズって書いてただ昔コーラスラインっていう映画があったけど、はい、の今風というか、ちょっと優しい版なんだなって思ったですね、ね、ジメジメした季節なので、はい、なんかこう楽しくて歌いたくなるような気分になる映画を見たいなと思って、うん、はい、私も見たことなかったのでシングにさせていただきました。いやもう全てが川村ちゃん印って感じ。いや、そうですか、そうですか、それいい意味かどうか分かりませんけれども、はい、今週の映画音楽コーナー、アメリカ映画のシングについて語らせていただきます。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は私浪費か倹約かというテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日、では行きましょう。朝の運試し、
御前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の御前様会議のテーマ、私浪費か倹約かにちなんで今日は横山アナウンサーから問題です。もう川村さんのね、その時間を無駄にしないっていう姿勢にもう感服僕はいたしました。たったさっきのわずかな20秒の間も馬様からさ、はい、ちょっと今日あれなんですよね、日本行動じゃないので、はい、って、お便り様様が。そう。だから、売弱じゃないんすよ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。売弱じゃない。え、だから、かもちゃんが、はい、ああ、そっか、満天堂、満天堂って、もう、歌え。あっちだ、あっちの日だ。え、店満天堂入りますもんね。じゃあ、満天堂でボケればいいってことそしたら開けて、え、次なんだっけ？ 1、10、100、満点堂。横山さん、そのボケちょっと早いです。あ、ごめん。申し訳ない。もうちょっと後。もうちょっと後です、ね。かもちゃん、20秒の CM の時もずっと、アイディアの泉を、俺ね、浴びせかけるからさ、すごい、アイディアという水を、わーって僕かけ続けるから。休む間がない。すいません、すいません。でも私も頭が追いつかなくて今コマーシャル明けで、なんだっけ、次なんだっけって思って次何すんのって顔で俺を見たけど、いやそんだけ喋りゃ分かんなくなるよ次が。ああ本当よくないですね。クイズの時間でございます。はいはい、はい、横山さんからクイズですね。うん、浪費か倹約かってことですけど、はい、もうどっちでもあります。浪費家でもあるし倹約家でもあるしっていうところがあって、はいはい、でもどちらかというとお金には頓着してないみたいなところがあったりとかするので、はいはい、あらないとか、ああとかいうことも意外と多くって、はい、でまあいっかなんとかなるかみたいに思ってたりもします。なのであんまり深刻に考えないみたいなタッチでいるんですけど、はい、もったいないなって思っていることでよりもったいないことになっているはって思っていることが、あれはあるかって思う出来事があります、はい、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい、川村くん、鉛筆を使う時に、うん、もうもったいないから、はい、ものすごい短い1センチぐらいになるまで、うん、こう使うわけですね、はいはいはい、だけど時間がかかる、文字を書く、なるほどね、うん、で、あ、これももったいないな、逆に手間かかっとるわって思う。絵手紙がそうだよね。お、絵手紙ってわざと震えるように、はい、例えば川村のかっていう字書くじゃん、はい、だかを書くのにかーそれ言い方言い方かー、母さん僕だよ、スケキヨだよ。違います、違います。え、絵手紙ほんと、ゆーくりもう縦の棒もゆーくり書くから震えるの、はい、で味が出るの。なるほど、絵手紙ですか、ね、絵手紙、へえ、粋です。でもねえ、だから、はい、絵手紙を書くっていうつもりで俺は丁寧に書くたびに、その1センチであろうが5ミリであろうがすごい大切に鉛筆を使います。で最後もう、あ、ダメだとたらキュッてこう食べられないんです、食べられない、どこにも行かないです、体内コリ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 、歯応え、歯応え。はいはい、川村くん、これさ、俺が刺さないと言わないバージョン違うんですよ、そんなことないです。え、なんか川村くんっていうのが手島さんが好きらしいです。横山さんの川村くんっていうの手島さん結構好きだちょっと裁判長が言うみたいな。川村くん、横山さんは最近、はい、絵の具で絵を描くんですけど、その絵の具の色の種類が、うん、その絵の具がなくなるのがもったいないから、うん、白と黒しか使わない、うん、結果水墨画になる。それはそれでまた。だったら墨を薄めていった方がもう。わかった。はい。川村くん。豆苗を。はい、豆苗。豆苗一回切って使う。うん。でしたらもう一回伸びるじゃないですか。はい、伸びますね。でもう一回伸びて使う。はい。で3回目
も伸ばそうとする。おうおうおうですけど、うん、水っぽい。そんな答えなのに、あんなキラキラ喋り、はいって言ったの。まとまってなかったのに、はいって言って。豆苗いくらでも伸びるんですよ。数は少なくなっていくんですけど。そうだね。そうです。俺だって豆苗3回目とかになった時、はい、涙が出るもんね。お前でさ、入るのにさ、俺は、なんでそっちの話に戻ってきたよ。次に生まれるなら、豆苗で生まれたくって、みたいな。大人気ですからね。わかりました。はい、川村くん。アボカドを買って、うん、で、買った時はまだちょっと硬いなと思って。はいはいはい、まだ熟してないと、うんうん、まあ。せっかくだから、うん、熟した時に食べないともったいない、うん、と思って、熟すまで待った。うん、結果、真っ黒。前さ、リスナーさんがさ、はい、マンゴーくれたじゃん。はいはいはい、はい。宮崎の、はいはい。あれ、いいタイミングで食べた？めっちゃ美味しかったです。俺さ、熟してて。すごいうちの冷蔵庫の中にマンゴーが。審査してたの。はい。ドーンって。ええー、え。で、いつ食べんのかなと思って、はい。ちょっと触ったら、ちょっと柔らかかったりするんだけど、と思ったけど、はい、全然食べる気がなかった。はいはい、俺が東京取れた時、はい、あれ、なくなってるって。なくなってる。バッて冷蔵庫。マンゴーって。マンゴーって。消えたマンゴー。それが答えでいいですか？まさかの。ああ、そうです。びっくり。大きくて存在感ありましたからね。ドーンって。ね、いつ食べますか、はい、マンゴーですけどみたいな感じでいたの。で、俺も、ごめんね、なんかね、ってよくわからずにね、って対話をずっとしてたのに、東京行って帰ってくる、はいはい、おいマンゴーがーって。家で。うちのマンゴー家で。本当に切ないです。さあ、はい、私、横山。ですけども浪費家でもあり、はい、倹約家でもあるなと思うのですが、はい、もったいないなーって思うことが先に立ってしまって、うん、結果もっともったいないことになっているというあることがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の人笑い綾謎かけかけかけ。今日の予報も悪いので曇り空吹き飛ばしちゃってくださ い, ください。今週の午前様会議のテーマが私浪費か倹約かということで、無駄遣いをする人のお財布の中身とかけまして、ちょっと家にお化けが出るので引っ越しますと解きます。その心はお金出ていく。まだ村山委員長が今ちょっとうちのねえ、うん、すごい。はい、わかりました。次の方どうぞみたいな感じで、次の方ぜひどうぞ。ネタ見せね、もう公開ネタ見せ、ね、そうですね、審査していただきましたけど。今日も元気に面白く横山英二と川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。天気予報。このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さて、広島市中区元町上空ですけども、ちょっと厚めの雲に覆われてはいますけども、今のところまだ青空も見えていますよということで、はい、どっちに天気が触れるんでしょうか。聞いてみましょう。音富士さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどちら側になりそうですか。今日は下り坂の方向ですね。はい、午後は雨が降りそうです。大陸からは北の方から新たに梅雨前線が伸びてきています。はい、この前線が日本海を南へ下がってくる見込みです。前線に沿って湿った空気が流れ込むので今日は厚い雲が広がりそうです。はい、
午前中は雨のところは少ないんですが、いつ降り始めてもおかしくない空模様となりそうです、はい。まあ、風も多少強く吹きそうで、北部は昼過ぎから南部は夕方からあちこちで雨となりそうです。はい、今雨が降っていないと思いますが、雨具をお持ちください。降水確率は午前で 20%、 午後は 50%、 夜に 60% と高くなっています。はい、また日差しは少ないんですが、暖かい空気が入って気温が上がっていきます。日中は南部で30度、北部で29度の予想です。はい、すでに福山市では現在 30.6 度まで上がっているので、ちょっと蒸し暑いかと思います。 30.6 度まで上がってるんですか。そうなんです。なので各地熱帯夜になってましたけども、ね、うん、そのまま暑くなりそうです。はい、その他前線の北側の冷たい空気が入るので、夜以降は雷に気をつけてください。はい、まあ、明日の明け方にかけてがピークなので、お休み中局地的な急の雨にも気をつけてください。はい、週末は空模様はすっきりしない見込みで、明日土曜日午前中まで雨が残りそうです。天気の回復がゆっくりなので、日曜日にかけても日差しが少なめで曇り空となりそうです。はい、ただ日中は30度まで気温が上がって、朝は25度以上の熱帯夜の可能性まだ今朝に続いてありそうですので、気をつけてください。はい、ただ来週半ば以降特に晴れる日が多くなるので、一旦梅雨の中休みに来週はなりそうです。はい、これあんま降らないねと思ってる方意外と多いんではないかと思ったりするんですけど、雨量っていうことでいうとどうなんですか。この先1ヶ月で見ても平年より少なくなる可能性が出てきていますので、はい、まず来週は雨が少ないので、農作物の管理なんかも、こまめな水やりなんかも気をつけていただければと思います。はい、はい、今何か目立った警報や注意報は。はい、全域に雷注意報が出ています。特に夜以降はご注意ください。はい、あの河村さんからね、あの音富士さんがそのインターネット SNS を使って、ちょっとあの梅をつけている仲間みたいな、はあはあはあ、ちょっと一派に仕立てられようとしているっていうちょっと悩み相談を受けたんですけど、その辺についてはちょっといや、あ、師匠ですんでね、梅の師匠ですんで、ネットストーキング的なことなんじゃないかっていう全然いや、梅ラジオの、ね、局長さんですんでね、梅ラジオ梅ラジオそういう河村さん局長でも一緒に、いやいや、とんでもないすごい大きいことにされるんですけど全然そんなつもりないのに、うん、お父さん、ちょっとあのイメージがいいところに入ってくる、入ってくるとするのやめたかったですか。できるだけ、ね、好感度は保ちたいと思います。セルフプロデュースが怠りないからね、ちょっとこれがね、川村さんには負けますのでではでは、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。天気予報は音富士さんでした。ラジオネームおじゃまパジャマさんです。川村さん、 CM 中にひたすら休む間もなく俺に話しかけて話し続けるのやめてもらっていいですか。すいません、本当なんか最近その傾向があって、私もうオンエアの続きだろうが全くオンエアでしてない話だろうが、とにかく横山さんに話しかけるこれあれですよねみたいなすごい止まらないですよね。いや、本当相手の状況考えてないですね。若干病気気味もう20秒とか40秒とかずっと話し続けて、で必ず途中なのに、このコーナーに入って2人も、うーって何だったんだろうなって思いながら、でコーナーに入るっていうのでコーナーが終わった、でさっきの終わったのすごいんだよ、もう半端ないの。いや、だって答えてくれるんですもん、横山さんが半端ないんだよね。お便り様様です。はいはい、ラジオネームおじゃまパジャマさん。ほ、昨日卓球仲間から来週の土曜日ビアガーデンに行かないかとのお誘いがありました。はい、2つ返事で行くと返事しました、うん、コロナになって全く行っていないのでとっても楽しみです。へー、そうだね、ねー、楽しいですよね。そういう会で騒いだりしたいよね。ねー、あとね、はい、ザオーマンからは昨日、福山ザオーのセブンイレブンの駐車場に車を止めていたら、はい、偶然 RCC のラジオカが隣に停車したので、声をかけたら、はい、宮本さんと林さんでした。はい、ハズレの二人でしたつって。なんてこと言いますか。全然。宮本さんと林さんです。いやいやいや、四人とも大当たりです。ハズレでした。違いも書いてないですよ絶対。二人とも綺麗でした。あね。宮本さんはキュート。
はい、で林さんは大人の雰囲気のする女性です、はいはい、とっても感じのいい2人とお話できたため、はい、その後の商談もスムーズにできました。お2人に感謝です。 あ、 素敵、ありがとうございました。うん、素晴らしいね、はい、外れでした。外れでした。書いてないです、ね。あと宮本さんは鼻ずれでした。いえ、全く見たことないです。林さんも鼻水を垂れなかった。垂れてないです。僕の作文。私の作文。このコーナーはもみじ饅頭の錦堂の提供でお送りします。さあ今週も安芸高田市立高宮小学校の皆さんが登場。今日は3年生田中東真くんの作文、タイトルは6月が新学年スタート。6月が新学年スタート。高宮小学校3年田中東真。僕は2年生の3月終わりから体の調子が悪くなって入院することになりました。すぐに良くなって帰れることができるかなと思っていたら、だんだんと調子が悪くなって6月まで入院することになってしまいました。検査で血を取られるのが嫌で嫌でたまりませんでした。薬も1日か何個も何個も飲まなくてはいけなかったのも嫌で嫌でたまりませんでした。でも家族に会いたかったし、友達にも思いっきり遊びたかったので我慢しました。病院にある教室で漢字や計算の勉強もしました。ボランティアの折り紙先生と折り紙を折ったのが一番楽しかったです。みんなは高宮小学校で4月から新学年が始まりました。僕はみんなより2ヶ月遅れて3年生が始まりました。残りの1学期は絵の具で絵をいっぱい描きたいし、プールで顔つけも頑張りたいし、給食も嫌いなものを残さず食べたいです。いい作文、素晴らしい。東真くん強いですね。なんか決意表明みたいなとこがあったね、うん、そうですね、うん、もう作文の終わりにはね、絵もいっぱい描きたいし、プールも頑張りたいし、給食もいっぱい食べたい、やりたいことがいっぱいあって、うん、エネルギッシュな作文だなと思いましたね。え、うん、なんか取材をした船越さん情報によると、はい、うん、東真くんつい先日退院をしたと、ね、いうことらしいんですよ。退院されたばっかりということでね、うん、これがさ、もうちょっと高学年だったりするとさ、絵も描きたいし、うん、プールも頑張りたいし、うん、素敵な恋もしたいですなみたいなことになるんだろうね。いいですよ、うん、しよう東真くん。恋は恋でも、まあ、カープの恋ですけどうまい東真ギャグみたいなうまいカープの応援もねしてほしいです ね、 ね、いやいや、でもなんかそのみんなよりも遅れたっていうことに対する、はい、その悔しさとかなんか思いみたいなものを逆に俺らが知ることができたね。そうですね、そういう感じになるんだねとか、うん、そういう気持ちなんだねとか、はい、そこが気になるんだねとかみたいなこと、はい、だから本当今回のこの作文でたくさんの方が勇気づけられたし、はい、で何より多分東真も頑張るぜとかって思える、うん、はい、なんかそれを聞かされたみたいな気がしたね、はい、さあ今日は安芸高田市立高宮小学校3年生の田中東真くん、6月が新学年スタートお送りしました。さてさて、来週から学校が変わります。来週からは三好市立作技小学校の皆さんが登場。月曜日は5年生山下善くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週は私浪費家倹約家でお送りしています。はい、ラジオネームゆずきちさんです。入社1年目か2年目頃の思い出ですが、うん、同期のメンバー3人でよく一緒にご飯を食べに行きました、はい、同期とはいえ他2人は年下、会計になるとあ、お財布忘れたなどあからさまな嘘をつきます、うん、そしていつもはタメ口なのに〇〇さんごちそうさまでしただけきちんと言うんです、うん、僕は可愛い年下なのでおごってやろうといい気になり浪費家となります、はい、年下の同期たちにとってみれば倹約家でしたね。うーん、いやそうだよね、うん、でもああいうところでこう気持ちよくパッと使うと、はい、みんながこう
一緒に時間を過ごしやすい人だなと思ってくれて、はい、人間が寄ってきたりとかするじゃないですか。だからそっちの、はい、いわゆる PR 料だと思ったらいいかもしれないよね。確かに、うん。そうですね。この間丸々さんにご馳走になって、とかね。とかつって。それは大変じゃったね。深かったじゃろう。ね。ね、あ、この人の中ではそういうイメージなんだな、みたいな。ずっとか、なんか、うん、じゃあそろそろってお店の人が言っても、うん、あ、ちょっともう一杯だけいいですかとかつって、ね、ずっとおるじゃろう。確かになんか、横山さんは。はい、返してくれるんじゃろ、ああいう人。いや、あんまりなんか12時ぐらいにもうね、うん、あと一杯って言ったら気づいたら2時半とかになってたり、うん、はい、しました。うん、で、あの人は本当反省と更生をしないからね。自分で言ってどういう気持ちなんですか。それはその川村さんが喋ることをやめないっていう。ええ、うん、そこに関しては私も反省はしません。でしょ。反省も更生もなしね。ラジオネームひらめ2号さんです。はい、息子の通う小学校でも3年ぶりに水泳の授業が始まりました。毎日蒸し暑いのでさぞかし気持ちいいだろうなと思います。はい、息子は2年生なので水泳の授業は初めてでドキドキしていましたが、まずは水に慣れるために水の中を歩くところからスタートし、うん、ゆっくりと進めてくださるそうで、はい、安心していました。楽しんでほしいなと思います。へー、そっか、水泳の授業初めてか。ねー、だから3年ぶりだから今の3年生小学校3年生は初めてってことになるんですよね。うん、そうだね。みんな顔つけとか息継ぎの練習とか、ね、でそっから今度ビート板、はい、持ってバタバタしたりとか、そうですね、するじゃない。しました。で、だいたいさ、はい、あれ、あの子立ち止まってるけど、そうするとブルッって言って、絶対おしっこしたよね。いやそんな小学校の授業で大体止まってること、最後ブルッって。いや全然、おい、お前今、いやいや、体温が逃げたそんな。いやそんな人いませんよ。大じゃなかろうなみたいな。せめて小でって思う。午前様様。さあ、10時を回りました。はい、ラジオネーム、9時の母さんです。はいはい。先ほど、船入高校野球部の方のお話ありましたが、今日は午後からいよいよ夏の選手権、広島大会の抽選があります。おお。どこの高校と当たってもやるだけでしょう。息子はメンバーなので、うん、最後の夏をグラウンドで終えることができますが、はい、たくさんの紆余曲折があって、草抜きしかできない期間もありました。うん、親もしんどかったです。本当に心も体もプレーも成長をさせていただきました。はい、スタンドからの応援、3年生にもそれぞれに3年間のストーリーがあります。うん、抽選の前から涙が出るような毎日です、はい。とにかく母としては応援をするだけですが、頑張れ高校球児と。いやー、そうだね。ね、いや、でも今のメールにあったけど、はい、グランドに立てる3年生っていうのは、うん、今までの自分の頑張りってのはもちろんあるけども、はい、いろんな人たちに支えてもらって、うん、で自分ももちろん踏ん張ったけど、はい、そんな中でもグラウンドに立つことができずに3年間を終える生徒がいるからねって思うから、はい、そうですね、やっぱなんか、うん、勝ったチームっていうのと負けたチーム、勝ったチームは次があるから、はい、その拍手を送るなら負けたチームに送ってあげて、うん、でなおかつスタンドにいる選手たちとか、はい、それを支えてくれた保護者の皆さんとかにもやっぱ最後拍手を送れたらいいよねって、うん、思うよね。ねえ、そういった方々の応援の力ってね、やっぱり大きいですもんね。いや、大きい。思いもありますしね。うん。うん、だからなんか野球だけに限らずね。はい。いろんなスポーツ、特にほら、この2年間は、コロナがあって、はい、大会すらできなかったっていう選手もいるからね。うん、そういったのを考えたときに、はい、いやー、グランドで迎えられるなんてもう、こんな幸せなことはないよと、はい。思うので。はい。はい。あとね、うん、埼玉人員という人から。お、今日の僕の作文、私の作文、はい、とっても良かったです、はい、頑張る、頑張っている姿が目に浮かんできました、うん、自分は自宅療養中の身なんですが、横山さんのメッセージ通り素敵な恋も彼には将来してほしいなと思います、はい、うん、いつも人を大切にする心を持っていてほしいです。いやー、いい作文でした、ありがとうございました。はい、トーマくん、はい、うん、素晴らしかったです。あれなんだよね、僕の作文、私の作文は最近川村が
もう年末に絶対特番を作るっていう自分の強い意志を持って今日のは入れてくださいみたいな。いや今日のはあれですね、大したことないですね。そんなこと言いません。実は川村チェックが全部入るんですよ。とんでもないです、はい、とんでもないですけど、うん、去年させていただいた僕の作文、私の作文の特番が、はい、もう涙で、うん、あまりにも私も心打たれたのでもう1年間、はい、1年間も今年もやるっていうつもりで、はい、させていただいてます。そうなんですよ、はい、向き合い方やっぱ変わりました。あれなんか僕の作文、私の作文は、はい、実は番組コンテストみたいなのに、今出品されてるみたいで、はいね、どうやら評価をされるらしいんですけど、多分もしもあの作品が、あの番組がの評価が良くなかった、かんばしくなかったっていうことになったならば、はい、俺と川村が泣きすぎたっていう。間違いないです絶対にそうです何なんだこのオープニングから、はい、何にも作文がまだ一個も読まれてない段階から、うん、俺たちが歓喜を待って泣きながら喋ってるっていうあの特番は何だって、ね、そうなんですよ。もしもそうであるならば足を引っ張ってるのは私たちに違いないし、そうなんだ。もう始まる前から一人一箱ティッシュを脇に抱えてでこうね、右手でこう出しながら、うん、しましたもんね。あ、そう。そうだよ、ピスタチオがさ、俺たちが泣く前に真っ先にピスタチオが泣いた。始まった瞬間に、いや、俺本当この特番ができてってもうピスタチオが言い出して、でその向こうで、はい、あの番組作ってる船越、はい、元ラジオ館、そう、船越を号泣。そうなんだ。何なんだこの。異常な状態をっていうムードで作ったんだよ ね。みんなで悪目立ちしましたよね。だから今年はもう泣かずに、とにかく子供たちの作文を主役で際立たせるっていうことを、はい、私も徹しようと思ってます。そのために毎日。あるならね。あるならね。あると思っている。そのために毎日を過ごしています。すごいんだ、カメラ。これ入れてくださいね。これ入れてくださいね。とか。全部いいんですよ。本当に。これ今日のはもう全然です。そんなこと言いません。走りも棒にもかかりませんでしたって。かかる。素晴らしい作文ばかりです。あと、ここあれですよね。なんか多分先生の指導が入りすぎですよね。とか。うわすごい細かいこと、カメラが全部チェックしてるから。でも子供たちは伸び伸び書いてほしいなと思う。ラジオネーム、キーちゃん。はい。5歳。お昨日、中学校2年生の長男の体育祭がありました。ほう。コロナ禍に入学して、昨年は体育祭も無観客、うん、参観日も1回ぐらいで、学校での様子を目の当たりにする機会がほとんどありませんでした。はい。本人に、学校楽しい？困ったこととかない？と聞いても、大丈夫、楽しいの一つ返事。うん。昨日の体育祭で競技の後、クラスメートとハイタッチをしていたり、頭をくしゃくしゃと撫でられていたり、うん、そんな光景を見たとき、私の心配は取り越し苦労だったんだなぁと確信しました、うん。息子の居場所がちゃんとあると、はい、授業がわかる、わからないではなく、私の知りたかったことを見せてくれた体育祭でした。うん、自分といないときの佇まいみたいなのが全然違ったりとか、すると、はい、おーそういう一面があるのかとか、そうですよね、あ、こういう立ち位置なのかっていうの見える瞬間があるよね。はい、クラスの中でのね、うんうん、居場所だったりとか、あ、ここと仲いいんだなとかありますもんね。特にね、川村さんのお父さんお母さんとかはね、家でほら一切喋らないから、喋るんだとか、笑うんだとか、もうその一挙手一投足にもうじー感動ーみたいになるんで。いや、まあでも私の場合は、うん、その来ないでって言ってましたから。やだ。本当に中学校の時の体育祭とか、はい、もう絶対来ないでって、はい、でまあ高校の3年生で来ていいよっていう、うん、許可許可が出たって言いましたね。俺本当川村のお父さんお母さんが、はい、お前に対する無償の愛を注ぎ続けたってことに俺本当に敬意を表す。俺だったらもうどっかのタイミングで俺も切る、ええ、じゃあいいよもうっつってそこまで嫌うんだったらもうじゃあいいってなるけど、嫌ってるわけじゃない、はい、お父さんとお母さんの、うん、無償の愛、ね、そうですね。本当にだから返していかないといけない。返しても返しきれない。いや本当だよ、間に合わないよ。そうですか、はい、そうですよね。急がないと間に合わない。はい、確かに。何気川村父母もじじいばばあになってんだからね、うん、なってますなってます。だって俺らと同世代だからさ。はい、そうですね、うんうんうん、いやいやよく頑張ったねお父さん。そしてお母さんも涙すると思います、まあ、お母さんね、嫌なことダンボールをで家を作るっていうこと。いや、もう本当ダンボールアーティスト自称なんで
そしてラジオネーム小狐さんです。はいはい。さっきスーパーで七夕の笹飾りを見ました、うん、お客さんが自由に下げられる笹が置いてあったので、はい、何を皆さんお願いをされているのかちらっと見てみました、うん、彼氏ができますように、お金持ちになれますように、うん、というものから、ロシアのウクライナ侵攻が終わりますように、うん、という社会派なものまで様々でした、はい、その中で目を引いたのが子供の拙い文字でバナナが安くなりますようにと書いてありました、うん、かわいいイラスト付きでした、はい、思わずバナナかとつぶやきました、うん、きっとこの子にとっては何よりも切実なお願いなんでしょうね。ああ、そうだね、うん、なんかあの弁当にバナナが1個だけ付いてたりとか、はい、あとバナナでジュース作ってもらったりとか、バナナが大事なものだったのがちょっとだけその回数が減ったりとかしたんだろうね、はい、そうですね、うん、あと自分のお小遣いでね、はい、バナナ買えるかなって見た時に足りないとか思ったりとか、このまんま物価が上がり続けるととかって思ったのかもしれない。バナナを見て大人、うん、あと松岡修造ね、もう松岡修造はもっとウィンブルドン行くとテニスよりも先にバナナを食うっていや、え、ここで公園じゃないからねっていうまず球打ちなよって打つ前にバックチューって開けてあれあれおいバナナか真っ先にかって思ってたからね。そうですね、もぐもぐタイム、ね、先駆けるかもしれない。先駆けでまさにもぐもぐだったよねあとはね、とぼけた猫、はい、ランドセルの話題が今日出ていましたが、自分のランドセルの行方はわからないけれど、はい、中学生の時の肩掛けカバン、うん、白い布状の分ね、はい、あれは祖母がおばあちゃんが田畑に行くときにそれに水とお弁当を入れとして、はあ、背負って出かけていました。はいはい、いや機能性抜群なんですよね。抜群だよね、最高だよあれ。だって今逆に欲しいよね、便利だよね、軽いし、うん、なんかね、重かったのは中身だけで、あれ最高のさエコバッグだよね、うんうん、買い物に行くときあれで行けばいいよね。そうですよね、うん、しかも考えてみたら3年間ずっと持つってすごいことですよね。すごいすごい思います。立派な布だったよね、はい、だから柔道着みたいな布だったよね。ああ、そうですね、だからハンプ、おのみチャンプじゃないですか、あんな感じ、あんな感じね、厚みありましたしね。で、不良ってあの時なんかマジックで書いたりしてた？まあ、私は不良ではなかったですけど、マジックで書いたりとかしてました。あの俺の時はもう横浜銀杯とかさもう銀杯一家とかさ、あと石の真子命とかさ、はあ、強いのは猪木とか、なんかもう命の母 A とかもなんかみんなすごいいろんな不良たちがいっぱい書いてた。ちょっとそれも見てみたい気がしますけどありましたね、卒業式の時に書いてもらったりとかはしてました、うん、いろんな色のマジックでピンクとか緑とか、うん、ありましたね。なんかのってどうなってんだろうね、いつのタイミングでどうやって捨てられたのかなって思ったりするよね、うん、そうですね、うん、私なんか大学生の時にこう、はい、あるイベントがあって、で2年生の時に1年生を連れてそのイベントに行ったんですけど、うん、なんか2年生はジャンパー、2年生ですよっていうことを表すためのこうシャカシャカシャジャンパーを着なきゃいけなくて、はいはいはい、でそのイベントが終わった後に、うん、みんなにこう寄せ書きみたいな形でいろいろ書いてもらったんですよ、うん、でそれがまだ家のクローゼットにあるんですけど、うん、かけてて、でこの間パッて見たら、はい、両側にめちゃくちゃ色移りしてて安物だからね。そうです、両側の服にもういろんな色のマジックがついてて、うん、最悪って思いますもう着られない、なんで捨てなかったのかなこれって思うよね、はあ、あったらあったでね、うんうん、あっただけの苦労があるかもしれないですあるね、そういうのね、しますよ、気をつけない。お前はもう後々まで迷惑をかけるのかっていうものがあったりするよね思い出とともになんですがラジオネームおまめちゃんさんです。はい、昨日、ラジコで水曜日の放送を聞きました。お横山さんが耳の中が痒くなるとのことでした。おお、そう、イヤホンしたら、はい、そう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 、私もなんですと。おまめちゃんさん、横山さんと同年代ですが、うん、1年前から耳たぶの内側が痒くて痒くて、はい、マスクも当たらない部分なのに、うん、突然痒くなり始めました、はいはい、皮膚科に通って薬を塗っても完治はしていません、うん、おまけに背中も痒くてあざになるくらいかきすぎて、背中は痒いよ ね、 ね、こちらは結構強い薬を出してもらってやっと治りました、うん、特に悪いところはなく、いわゆる加齢による乾燥みたいな悲しい、肌が敏感になっているのでしょうか、はい、ちょっとした症状がちょくちょく出てきて、うん、特に病名もないのになんだか変だなということが増えてきました、
これもこの年になったから経験できること、うん、そしてまだまだ増えてくるんだろうな、親はこんなことも乗り越えて今も楽しく長生きしているんだろうなと改めて感じ、見習いたくなりました、うん、あのうちのさ父敬語がさ、はい、どのペン立てにもあの孫の手を刺してたの。あでなんか嫌だなと思ってたの、なんかこう、はい、ペン立てに、その孫の手が差し込んであるっていうこと、はいはい、なんかもうきっしょみたいな感じになる。だけどそうか、背中がかいかったかっていうのは思うよ。そう、ね、こんな乾くかって思うよ。はいはいはい、はい、うん、突然かゆくなりますよね。なる、うん、とか寝てる最中にものすごい絶対に耳かきでも届かない耳の中身がかゆいって感じ。もうこれ脳みそがかゆいんじゃねえのかと思うぐらい絶対届かない場所 ね、はい、これ以上刺したら鼓膜が破れそうな気がするっていうところです、うん、もうあれだったらあの耳かきを頭に刺していやいやいやトンって痛い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 、こうやりたくなるぐらい顔面のど真ん中ぐらいかゆいってなる時あるよね。ね、どうしようもないですよね。カレーなのか、はい、結局は、はい、あとシロちゃん、先ほど話されていましたが、はい、広島対近鉄の日本シリーズは、はい、小学校の担任の先生が、 お前らはもうあれだろう、カープの試合が気になってしょうがないだろうと言って、はい、ラジオを教室に置いて、はい、もうそのラジオ中継を聞かせてくれました、はいはいはい、でも今から考えたら結局あれは先生が一番聞きたかったんだろうなと思います。うんうんうん、そうかもしれないですね、でもそういうのが思い出に残りますもんね。思い出だよね、うん、みんなで一緒にテレビ見たの。いや、なんか本当広島カープがさ近鉄と戦ってた時、はい、しょぼって思ってた。お、何そのしょぼさって思ってたけど、当時野球少年だからさ、はい、少年野球やってるから、はい、やっぱ気になるんだよね、うんうんうん、でそういうのまたしょぼいからこそかっこいいみたいにしてる奴らがいたりとかするから、はい、あ、なんか俺も興味があるようにしなきゃいけなかったけどいやつまんないなってちょっと思ってたねえ、うん、でもそういったね、みんなで見た思い出とかがありますもんね、はい、あ、きっと日本中思ってたの、広島の人以外はみんなそんなことないですよ、熱狂してましたよ。広島の人って異常じゃない、うん、そのカープに対すること、はいはいはい、でちょっとこの間も言ったけど、広島カープのことで機嫌が悪くなるって人がいるじゃん、うん、なんてそんな人生を送ってるんだと思うんで、何にも自分と関係ないのに機嫌が悪いんだよ。はい、はい、はい。そうですね。そう。そうなんですよ。で、しかも、弱いチームじゃない。はい、だから、ある意味、修行じゃない。うん、うん、うん。なのに、一喜一憂するじゃん。はい、しかも、弱い時って、なんか原因があったりとかするからさ、一試合で何回も腹が立つって、もう、なんでって思う。そんな人生送ってさと思ってねえ、うちの父とかも本当一喜一憂してるんですけど、うん、カープがもうひどい負け方をして、うん、もうイライラするんですけど、はい、でも最終的には自分で、うん、まあいっか、それでも明日は来ると思って寝るって言ってましただって昔のお父さんやお母さんの話聞くとさ、はい、ラジオを投げたりとかする人本当にいたって言うじゃない。ええー、だから嫌だよ、自分のお父さんがよ、うん、自分と何にも関係ないことで夜機嫌が悪いんだよ、はい、で朝起きても新聞広げてさ、はい、とか、その原因がカープなんだよ、ね、笑えなんでそんな苦しいことするって思うよね。ね、自分の機嫌はね、やっぱ自分で取りたいし、取ってほしいし。自分の機嫌こそ自分で取ってあげないと。ね。さあ、この時間になりました。はい。午前様クイズの答え発表の時間になりますが、うん、その前におさらいです。今週の会議のテーマ、私、浪費か倹約かから今日は金曜日です。横山さんが問題を出しました。はい。はい。浪費かでもあり、倹約かでもある。はい、両方の面があるよなと思ったりするんですが、倹約家っていうことで言うと、ああこれちょっともったいないからなって思ってしないことによって、はい、よりもったいないことになっているよなと自分でも気づいていることがあります、うん、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい、ラジオネーム成高さんです。はい。スナック菓子を食べるとき、もったいないから半分にしておこうと思い残してみたものの、うんうん、次に食べようとしたら湿気でいて、うん、ああ美味しくないと思ったことではないでしょうか、うん、あのスナック菓子を半分でやめられた時に、はい、大人になったなーって思う。そうですね、うん、私でもやめられた試しがないです。いや本当ない、はい、10回のうち、うん、あって2回ありますね、うん、私多分100回
回のうち1回ぐらいだともう義務感、うんうんうん、もう開けたら食べきらないといけないと思っちゃうんですよね。あれさ、はい、その作ってる側の理論にこっちが合わせちゃダメなんだよね。おあれをちゃんと抑えられた瞬間からちゃんとダイエットが始まったりとか、はい、健康について正面から向き合えるんだよ、はい、俺はそれはねマクドナルドで思ったの。マクドナルドって、やっぱハンバーガーを丸々1個食べたいし、はい、ポテトも全部食べたいし、食べたい、ね、でドリンクも全部飲み切りたいじゃん。飲みたい。でもあれは向こうが設定してるんだよ、はい、まあ、セットとしてはいはい、はいはい、だけど半分ぐらい食べたところでちょっとやめてでちょっとほったらかしするじゃん、はい、だからあら実はもうまあまあお腹がいい感じってなるのよ、はいはいはい、そこでやめてでこれを夜チンしてまた食べればいいかとかって思って、はい、食べることあんまないんだけど、ええ、でやめられた時とかに、はい、俺は自分の体と今対話をしたって料金とはまた違う満足感があるんだよね。それをマクドナルドで感じるわけですね。マクドナルドで感じるの。でもスナック菓子を途中でやめるのと、はい、ハンバーガーを途中でやめるのちょっと違って、うん、スナック菓子はまあまあいいと思うんですけど、うんうん、ハンバーガーとかって、はい、自分のその口の跡とかがやっぱついてるじゃないですか。だからその次また食べようと思っても、はい、ちょっと最初気持ち悪い気持ち悪いするんですよね。あのね、はい、正確に言うと朝マックって感じるの、はい、ほう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 。朝マックを食べたいって思って、ええ、であのソーセージエッグマックマフィン、いや美味しいですよ ね、 ね、はい、私も横山さんにご馳走になったことあります、はいはい、あれの表面のバンズの塩塩感とかさ、はい、あれが味わいたいわけさ、ええ、だ時に俺はハッシュドポテトが苦手なのね。もうあの平べったいポテト、うん、じゃがいもの、はい、なのについてるから全部食べきらなきゃと思う、はい、あれを半分だけ残した時に俺はカッパって思う。朝から油もんを半分カットしたっていうこととそんなに好きじゃないものを食べてしまっているはずなのに、はい、あるから食べるじゃん、あれがフライドポテト、ひょろ長い方だったら、はいはい、多分全部食べきんだよ。そうですよね。だけどハッシュドポテトそんなでもないのについてるから全部食べなきゃと思った時に、はい、いやこれはちょっと半分でやめとこうと思って、でやめた時に、はい、いや俺は今自分、うん、横山雄二は今、はい、勝利者だってウィナーだって思うの。向こうに合わせてんじゃない、俺が選んだって分量って。ちっちゃい戦い。続いて、はい、ラジオのリゾート野郎さんです。ほうもったいないなと横山さんが輪をかけて思うこと、それは、はい、買いたくてもこの前あれも買ったしな、お金使ってるからな、まあまた買えばいいかと思っていた DVD がやっぱり欲しくなって買おうと思ったら、うん、当時よりも高い値段になっていて、もったいないことをしたと思うのではないでしょうか。むちゃくちゃある。それはでもありそうですね。ある。昔の DVD、ね、だってさ、森田芳光さんって俺がいつも言うけど、はい、の DVD ボックス、ブルーレイボックスが出たの、はいはいはい、10万したんだよ、全部で、はい、でそれそんなん出るなんて思ってないからさ、一個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 買い集めてたのよ。そうですよね。失楽園とかさ、のようなもの、はいはいはい、とか家族系、はい、あとは日活ロマンポルノも作ってるから、うん、マルホン噂のストリッパーとか、はい、3年目の浮気っても今度出るのね、はい、だから続々と出てきたんだけど、ね、なんか一個一個集めてたのに、うん、そのブルーレイボックスの中にしか入っていない渋垣隊ボーイズ&ガールズとかあるのよ、はい、もうそれ以外では一回もなってないの、でそれ買わないと入ってないの。それが欲しいがために買ったんだよ。それだから、かぶったやつがいっぱい出てくる。はい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 、はい。なんでそういう商売の仕方なんでって思ったりとかさ。ねえ。あと、柴田恭兵、うん、ジョニー・オークラのチンピラっていう映画があってさ。はい。一番最初 DVD 出てたのね。で人気だったから、はい、盛り切れて廃盤になって。で、何万円もしてたの。で、どうしようかな、どうしようかなと思って。ああ、悩むとかって思って。たら、再販されたの。はい。で、あ、なんだ、じゃあもう、そんなドキドキしなくていいんだと思ったら、それも売り切れたの。わぁ、やべえと思って、ちょっと高いの買ったの。はい、また再販された。おい俺、ちょうど過渡期過渡期購入タイミング。あんの。ねえ。でも向こう側からしたら、はい、しめしめ。そう。あとさ、あの、角川映画、オイディプスの刃っていうのがあって、はい、フローヤマサトさん出てんの。はい。で、それさ、DVD 出てたけど、まあ、DVD 買うほどでもないんだよなーって。ただもう一回だけ見たいんだよねとかって思ってたけど、いやでも買うのはなとかって思って買わなかったのね、ええ、だから今もう何万円もするの。あん時買っとけばよかったなってなんてあそこでせこいこと考えたんだなって
いやでもその時の値段のものがやっぱ高くなるか安くなるかってやっぱ見えない、うん、見えない本当見えない、ね、その株じゃないですけど投資とかとちょっと似たようなところありそうですよね、うんうんうん、それはねこの間大前かな、うん、バター式金魚っていう映画があってね、はい、でその映画も見たかったのよ、はいでもバター式金魚がバター式金魚がつってリスナーからもさ横山さん7000円で売ってますよとかさいっぱいなんかいっぱいいろんな情報を寄せてもらってへいや7000円払うことないんだよとかって思ってて、はい、たらこの間出たの再販されたのやったと思ったけどもうなんかその時は萎えてんだよもう そんな買わなくていいんだよねややこしい複雑値段と、はい、お財布事情と そして自分の熱量とそうなのほら映画があるじゃんこれ見たいと思ってたのに、はいちょっとタイミングが合わなかった。ちょっとずれた瞬間に、そんな見たくなくなったって思うじゃん。ねえ。そうなんですよね。今、トップガンがそうなんだよ。あー、トップガン確かにもう見た人がみんな、そうです。最高だったっていうの。おっしゃいます。だけど俺ね、はい、トップガンの1を見てないの。うそうですか。だから、今のトップガンを見るためには、1を見なきゃいけないの。はい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 、はい。でも、そら、みんなさ、1が公開された時の熱量を持ってるから、はい、その思い出もくっついてるじゃん。はい、だからもう始まった瞬間に泣いたりとかするんだってうわーまたあの世界だーとかって思ってなるほどタイムスリップしたようなだから俺にはそれがないの、うん、だからいや見なくていいかないやでもいやみんなすごい褒めるからなと思ってるうちに今ちょっとずつトップガンのやつが冷めかけてるでそう言ってるうちに終わりますからね公開タイミングがいや見とけなかったと思ってすぐ DVD が出るわけじゃないですからそうなのよ半年以上ありますねドライブマイカーだってもうワウワウで来月やるんだよあそうですか、うんそうなんかねねいろいろねいやあったりなかったりでまたそれでバーッと再燃したりするわけで、うん、気持ちがねそうですね、うん、不思議なもんですねご縁なのかもしれない、ね、恋愛と一緒だよ川村ちゃんそうなんですか、うん、なんかそういう心をお忘れでしょうけども、うん、人はそうやっていろんなものを好きになっていったりするんだよ忘れてないです川村ちゃん全然忘れてない人を好きになるってことを忘れてると思うけどそんなことないですガムちゃんね、好きだ好きだって人はいっぱいいるけど、自分が好きだって人がいないっていう。いや、悲しい。いっぱいいますよ。一番悲しい。いやいやいや。人って、人から好かれるっていうことよりも、自分がこの人のためならって思えるぐらい好きな人が見つかることの方が難しいじゃん。あ, あれおかしいな。さっきまで聞く耳も全てを持っていたあの川村ちゃんが。耳が痛い。壊れたんだけど。耳が痛いです。続いて。ラジオネーム還暦すぎたヤングマンさんです。はい。溜まったビニール傘を見て、ああもったいない。そうだね、本当そうだね、うん。ビニール傘も。ね、気づいたら。なんでか、あとはなんかねライター。はあ、はあはあ。とあと吸い殻入れ。もうそうなの。ああ忘れた。ああもうコンビニで買わなきゃとか。ライターも、俺つかん、俺つかん、俺、はい、切れとるじゃん。もう家に腐るほどあるのにもう。はいもうライターってもう。タイミング悪いんだよ ね, そうですねタイミング悪いそして、秋生まれのおばちゃんさんです、はい、映画監督の横山さんお編集作業の時泣く泣くカットしなくちゃいけないシーンの数々に、うん、あーでもこれここのシーンもったいないよなだからこれはこれでいつかまとめて作品にするか、うん、と思われているのではないでしょうか、はあ、それらがだいぶ溜まっているのでああ今ちょっともったいないなと思ってそうだね30分ぐらいは今回愚か者のブルースも切ってるからね、うん、はい。まあでもあれですよ最近はあのブルーレイとか DVD を出す時の特典として皆さんの前にお披露目することができるから、はい、でも本当はやっぱさ昔の映画でも、例えば薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃っていうかなんで、だいたい100分ぐらいの、はい、1時間40分ぐらいの作品なの。だけど、一番最初編集した時は2時間半ぐらいあったらしいんだよね。だそっち見たいんだよ、はい。どこ切ってどういうの撮ってたのってやっぱ思うじゃない。そうですね。で、チャップリンなんか、はい、自分が撮って NG は全部燃やしてたんだよ。だから一切残さない、はい、でそれがちょっとずつちょっとずつ編集のスタッフが盗んでたりとかしたものが今出てきてて、はい、もう歴史的な資料になってて、それでいろんな秘話がわかんのよ、こんなに例えば街の日のラストシーンを1年以上かけて撮ってるとか、はい、だからテイク360いくつあるとかね、はい、すごいすごいのよでもそのチャップリンのその頭の中を覗き見ることができる、うん、できる貴重な資料ってことですね。そうなの。で今考えるとそう思うんだけど、やっぱ当事者ね、うん、作った方からすると NG にしたのはやっぱもう見せたくないとは思うよね。そうですよね、うん、綺麗なものだけを見てほしい、ね、そうなの、はいはい、葛藤ですね。ねえ、だけどまあこれが金に変わるんだったら、ね、だからそこまで言わなくていいです
じゃあこれ最後です。はい。片付けないさん。お。気に入って買った車なのに、修理しても修理してもまともに走らない。いやー。もう車はね、そういうものなんだと僕は思ってます。はい。はい。そうですね。女性みたいなものだと、ね、おっしゃってましたもんね。手間がかかったら手間がかかるほど可愛いと今までの車たちは思ってた。うん。今回のはね、うん、あんま思わない。まだ思ってないんだよね。可愛さも余らないし。それがまだ好きになってないんだよ。ああ、うん、そうですか。そう。ええー。じゃあまあ、恋愛と一緒なんですかね。かといって違う車とかに魅力を感じないから、うん。その子と一緒にいるの。はい。掃除でね、はい、総合的に考えて。だからなんかこう、スタイルがいいけど顔が好みじゃないみたいな感じ。知りませんそれは。で愛車ということでね。そうだね。はい。さあそれでは正解の発表です。はい、横山さんは今もったいないなーと思っていることがあって、はい、でその結果さらにもったいないなーと、もったいないに輪をかかっている、輪をかけていることがあります。うん、はい、それは一体何でしょうか。はい。正解は、はい、止まっている腕時計の電池を入れ替えるのがもったいないと思っていて、はい、それがいっぱいあるので、はいはい、結局は動かない時計がずっとあるっていう状態になっているっていうことで、余計もったいないことになっている、はい、と思っています。はい、激しく同意します。ハゲドーいただきました。ハゲドーでございます。ありますよねそういうのね。そうこうしてるうちにベルトがボロボロになってくるんだよ。でベルトも変えなきゃいけないって言ったら、ベルトすごい高いんだよ時計。はい、嘘でしょっていうか高いから、結局なんかあの時計の顔面だけあるみたいな。懐中時計みたいになるんですよ。なんだこれみたいなのばっかりになってくるの。それまたね、さらにもったいないことになりそうですね。そう、G-SHOCKなんかもさ、ああいういわゆるプラスチックみたいなもの、はい、柔らかめの、ああいうのも汗吸ってるからさ、うん、ずっと使わずに置いたりすると、ペキって置いたりするの。ああ、そうですね。黄ばんだりとかしますね。そうなの。ということで、正解は、ゼロ、ゼロ、ゼロだそうです。そうですか。なかなかいい問題だと思ったけどな。リスナーさんの中にいろいろ思い浮かばれたんでしょうね。うん、じゃあ今日はすべての方を対象とさせていただきます。はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、3人の方にプレゼントです。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。したスポーツ一直線。広島カープですけども、昨日は延長12回規定により3対3で引き分けました。はい、日刊スポーツ転んでも延長ドロー、堂林代打ダンダンね、もうホームラン王みたいにカッコつけてガッツポーズしてる写真が一面ですよ。いやでもね、カッコいいですよ。やっぱりカッコつけてる写真が、カッコつけてるわけじゃなくて本当にカッコいいんですよ。デイリー小生ホーム突入直前まさかのあーあー一面の見出しが、あーこんなのがあるかねえ。でもね、その印象に残りますね。この一面は本当、はい、あとスポーツ日本延長死闘ドロー栗林、うん、激闘自身初3日連続登板、はい、総力リレー9回同点許すもということでね。まあ昨日はね、いろんな見どころがあったなとかって思うんですが、はい、まあ小生が三塁回ったところでこけたっていうのが一番だなと思うし、ね、あとライトで超ファインプレーがあったよね。おー、むちゃくちゃすごかったな。打球ミスそのまんま下がっていってフェンス直前振り返って、はい、でグラブと逆側に来るみたいな状態で掴んだんだよね。はい、だからああいうプレーの時はやっぱ勝ちたいねと思うし、だからやっぱ中村翔成こけたの痛かったなって思うけど、あれは本当に練習不足だからね。申し訳ないですけど、あれをホームグラウンドでやるようじゃダメですよ。だって足取られたわけだからね、うんうん、でやっぱ行くってなった時に、はい、体が沈む時があるんだよね、足、まあ、簡単に言うとあの日曜日のお父さんが運動会参加しましたみたいな足がついてこなくなる。だから上半身が先に行って下半身がついてこなくなるっていうのは疲れでもあるけれども、はい、やっぱアジアさんがよく言う走り込みが足りないっていう分だったりする気がするので、一生を逃したなとは思うけど、はい、逆に言うと、まあ、笹岡監督もおっしゃってるけども、うん、負けなかったっていうこと、はい、いい引き分けだったと捉えたいということなので、はい、まあ、本当に見応えがあった、ワクワクするような野球って面白いなみたいな試合だったので、はい、こんな試合をまた見せてもらいたいなと思います。映画音楽コーナー。
このコーナーは経文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋経文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位守られなかった者たちへ、9位マスカレードナイト、8位スパイダーマンノーウェイホーム、7位ヤクザと家族ザ・ファミリー、6位バイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ、5位ゴーストバスターズアフターライフ、4位あなたの番です劇場版、3位アンチャーテッド、2位コンフィデンスマン JP 英雄編、そして今週の第1位は先週に続いて 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービー。以上、蔦屋経文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあ今週は動物たちが歌唱コンテストで奮闘する姿を数々のヒットソングに乗せて描いたミュージカルアニメ、2016年公開のアメリカ映画シングのご紹介です。では川村彩奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。劇場を運営するコアラのバスターは、取り壊し寸前の劇場にかつての栄光を取り戻そうと世界最高の歌のオーディションを開催します。集まったのは自己中なネズミ、シャイなゾウ、25匹の子豚の世話に追われる母親など個性豊かな面々。しかし彼らはそれぞれが複雑な事情を抱え、オーディションに挑んでいました。動物たちが歌に夢をかけ大奮闘するミュージカルアニメです。はい、ということで今日は川村彩奈チョイス、はい、ということでこのシングご紹介ですけど、川村ちゃんがね、もう喋り出す前に自分の川村ちゃんメモをバーンとシングの感想バーンつって、そうです、いろんな色が使われて、はいはいはい、イラストも描かれて、はい、描かれますけど、まあ、大したことは描いてないんですけどでも吹き替えは吹き替えで豪華ですし、はいはいはい、で字幕は字幕で本当豪華なので、うん、吹き替えと字幕でそれぞれ2回見たいなって思えるくらいの素敵な作品ですし、うんうん、歌もまたいいなと思います。なんで行こうと思ったの、なんでハマったの。シングは、はい、テーマパークとかでシングにまつわる、うん、こうアトラクションとかあったりとかして、で行きたいなって思うんですけど見てないなと思って行けてなくて、うん、なんか本当楽しそう、子供たちにも人気だし私も一緒に輪に加わりたいと思って、はい、でも見たことなかったから、うん、今回選ばせていただきました。はい、でもやっぱなんかその本当の吹き替え版ではなくって、はい、アメリカ版のバージョンはスティービーワンダーの歌声がそのまま使われてたりとか、いわゆる本物の音楽を子供たちがたくさん見るような作品で聞かせられるっていうこととか、そのスクリーンで本物の音楽をすごくいい環境で聴けるっていうことは、うん、とっても映画としてはいいよなと思ったよね。確かにそうですね、うん、歌の裾野も一緒にこう子どもたちに広げてくれてるかもしれないですね、はいはい、みんなで楽しめる作品だなと思いました。なんかたくさんの音楽に触れていただければっていうことと、ケタケタ笑いながらも、はい、でもちょっとジンときたりとかね、はい、しんみりくるシーンもあったりとかするので、ぜひぜひ川村彩奈チョイスなのでご家族で見ていただければと思います。今週は2016年公開のアメリカ映画シングのご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。本当かっこばっかりつけてるかっこいいです。スタジオに来ましたけど、今日は軽自動車の新車、未使用車、中古車の販売店 K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただきました。今日もカッコつけてこられました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日もボックスティッシュ5箱持ってまいりました。どうぞ今日もよろしくお願いいたします、ね、髪型も2ブロックにして、おー、なんか真ん中分けてね、おしゃれな雰囲気。夏ですんでですね、夏は2ブロックですか。夏は2ブロックカッコつけてますよね最近ね、若干ちょっとすいません多分ね、YouTuber になったからっていうのがあるんだと思うんですよ。これが YouTuber か。そうです。いやいや、まだまだ1000人にも到達してないやまあただ YouTube で成功しなくてもね、はい、本業が大成功中なの で、はい、まあ道楽で YouTuber やる。いや、とんでもない、本気でございます本気です、はい、みんなね、あの YouTube 釣られないように気をつけてくださいではでは、今日もおすすめの車のご紹介お願いします。はい、今日は廿日市の中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの目玉車をご紹介します。はい、ただいま決算セールを開催中で、ご案内をさせていただくのは車両本体価格9万8000円のダイハツミラココア、ココアプラス X です。平成22年式で走行距離は6万8000キロ、色は
クリアライムグリーンマイカメタリックです。へー、これ写真見てもフレッシュなグリーンカラーでおしゃれですよね。この色がクリアライムグリーンマイカメタリック。確かにでもメタリックな雰囲気なんだ、ね、勉強になります。そうなんだね。そうなんです。とっても綺麗な、綺麗で素敵な色になっています。え、なんていう色でしたっけ。クリアライムグリーンマイカメタリックです。あ、いいね。すごい。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。これミラココアが9万8000円で販売できるんですか。はい、こちらのお車はお客様の下取り車でとても綺麗に乗られていて、うん、車内もとても綺麗でとってもおすすめの一台となっています。はい、その他にも車両本体価格19万8000円のダイハツタント L やスズキパレット SWXS などたくさんのお買い得車をご用意しております。はい、詳しくはホームページでご確認ください。はい、では K マーケットの場所のご紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたらホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通りもみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。はい、Kマーケットという緑色の看板が目印です。では中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの電話番号です。 0829-30-7225 0829-30-7225 です。そして毎週金曜日お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、今日の放送はハマチを釣りに行ったお話です。はい、ハマチがどれぐらい釣れたのでしょうか。また YouTube チャンネル新沢良二の釣りチューブもよろしくお願いいたします。はい、まあこれがあるからね、新沢さんがカッコつけ始めた。若干ですね。うん、わお、着るもんとかも変わってきたじゃないですか。はい、いや、そうですね。そうですね。ね、うん、なんか若々しくなってきたよね。いや、そう思います。なんか張りがやっぱ違う。40になってしまったので、やっぱりこう、服装とかも、やっぱりちょっと変えないといけない。ニヤニヤしながら喋んな。すいません。それは大変申し訳ない。ニヤニヤしながら喋ったり。ニコニコです。申し訳ない。ちょっと照れながら喋った。今腹が立ったんです。ちょっと言いにくかったです。ごめんなさい。すいません。すいません。ぜひぜひね。社長ですから。そうだね。調子乗んな。そうですよ。社長だからってニヤニヤするんだ。いや、本当そうだと思う。そう思います。僕も。すいません。ニヤニヤしただろって。はい。すいません。怖い怖い怖い。ココアのプラス X とか、タント L とか、はい、パレット SW の SX とか、はい、XS か、はい、とかね。はい、いろんな車もありますし。あと、新沢さんにもお会いすることができたりするんですよね。はい。あの、ステッカーと T シャツを用意してお待ちしております。はい。はい、すごくね、自分の T シャツ作った。いやー、羨ましい。ニヤニヤすんな。すいません。すいません。今日は、軽自動車の新車、未使用車、中古車の販売店、K マーケットなどを運営する、ニーザーグループの、新沢良二社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前様様。さて、ラジオカー。今日は、林美優ですけども、どこにいるでしょうか。林さん。はい、おはようございます。おはようございます。横山さん、川村さん。はい、今私は、釣りに来ているんですよ。釣り？おー。はい、今私のいる場所は、広島市西区新城町の住宅地の中にあります、うん、釣り堀井野という釣り堀屋さんにお邪魔しているんですけども、はい、はい。なんとこちらの釣り堀、今の梅雨の時期にも安心して楽しめる、室内釣り堀になっているんですよね。なるほど。はい、いや、さらに、ラーメン藤本というラーメン屋さんに併設されてある釣り堀なんです、はい、うん、なかなかユニークですよね。今目の前にはあの畳5畳ほどの小さな釣り堀がありまして、うん、その周りにはこう椅子が置いてあってゆっくりとくつろぎながら釣りを楽しむことができるんですよね。で、目の前にありますこのね釣り堀見てみるとちょっと、ね、水が黒く濁っているんですが、はい、船や金魚といった可愛らしいお魚が泳いでいますよ。はい、今日は雨の日にも楽しめる室内釣り堀に私も挑戦したいと思います。ということでお話を釣り堀の代表の藤本時生さんよろしくお願いします。はい、あ、いや、はい、どうもお願いします。お願いします藤本さん。はい、今ね私長さ80センチほどの竿をもうこう握りしめていまして、でそしてその竿の先にねこう糸が吊るしてあるんですよね。でこの糸の先にはあの練り餌ですかねの玉をつけて、で浮き釣りということなので私も早速挑戦したいと思うんですがよろしいですか。はい、どうぞ。はい、ではよいしょと、お、はい、今ね浮きがプカプカと浮かんでいます。これなんか上手に釣るコツってあるんですか。ともかくあの浮きが、うん、浮きをよく見て、はい、
その瞬間に上げるいうこと。なるほど、浮きをよく見てちょっとピクピクっと動いたらクッと上げるんですかね。何回もね、チャレンジしてください。わかりました。諦めずにねチャレンジしたいなと思うんですけども、こちらどんな方がよくいらっしゃってるんですか。まあ、もちろん釣り好きな人と、あの子供さんね、釣れたお母さんもよく来てです。そうなんだ、やっぱりね釣れると嬉しいですもんね。まあそんな大人はもちろんだけど、小さな、ね、子供さんも楽しめるというこの場所があるっていうのは嬉しいんですが、もうそもそもなんでラーメン屋さんしながら釣り堀って始められたんですか。まあ、私もあれですが、家族みんな釣りが好きでね、どうせならあの、釣り堀やるかなということでなるほどいうことです。そっか、ラーメン屋さんやりながらだとなかなか釣りに行く機会もないですもんね。忙しいんで、あ、なるほど。でね、今浮きの周りに魚たちがちょっと寄ってきてはいるんですけども、全然私の浮き見向きもしないんですよね。これなかなか釣れない場合はどうしたらいいんですか。ハートマカフ、まあ、頑張って釣るとか。で、頑張って釣る。釣るしかないですね。はいはい。はい、ね、私ね、このね、隣に、お、あら、あらららら、ちょっと待って、釣れたんじゃないか。お、引いてる引いてる引いてる。来た来た来ました来た。何ですか何ですか。かわいい、これは、何何、オレンジ色の綺麗な、鯉。鯉ですね。鯉釣れましたよ。釣れた、釣れた、宮本が釣れたって言われました。私が白なんですけども、これちょっと待って、釣ったらどうしたらいいんですか。釣ったら、とりあえず、はい、あ、竿を置いてで左手でこの糸を持ってでフックになったものを引っ掛けて、戻した、はい、戻す。なるほど。聞いたけど全部自分で喋るんだよ。そうそうそう私が全部喋っちゃったまあね、この梅雨の時期はもちろんなんですが、梅雨が明けたら夏、まあ、そして夏休みの子どもたちの憩いの場としてもいいですし、まあ、釣り好きの方も楽しめるということなので、たくさんの方に利用されてみてはいかがでしょうか、ということで、この時間は釣りボリーノから釣りご紹介しました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また寄ってください皆さん。はい、楽しそうねえ、川村はここ知ってたね、はい、そう、ラーメン藤本、ラーメンも美味しいんですよ、エビだしラーメンとか、なんかいろんなこう魚介だしのラーメンがあって、ガーリックとかもしっかり効いてて、すごい美味しいです。でも畳5畳分ぐらいの釣り堀ってことじゃん。はい、だからもうそれに火をかけたら魚介のスープ。やめてくださいそんなラーメンちょっと林さんに提案しといて、ちょっといやぜひぜひ。いえ、そんな効率的とかじゃない、これはもう釣りが好きだからされてる。いい出し取れると思ったけどラジオカーは林美優でした。いちごさんが、はい、先ほど孫の手の話出ましたが、この1年ぐらい五十肩で腕が上がりにくくなり、背中のかゆいところまで手も回せなくなりました、孫の手を生まれて初めて買いました。ああ、俺孫の手が孫の手がつったらすごいリスナーの方がいっぱいくださって、ああ手だらけ戦時間の午前さまさま。さあ、11時を回りました。RCC の第2スタジオからお送りしています。午前様様です。ラジオネーム、府中町のポニョさんです、はい。今日は金曜日、定年退職後再就職して2年目の私ですが、仕事をしていてよかったなと思うことの一つが、週末を迎えるワクワク感です。はい、予定があってもなくても、週末というだけでなんだか嬉しくなります。ちょっとばかりではありますが、お給料もいただけて、週末を迎えるこのワクワク感も味わわせていただける。はい。ありがたいことです。ほうね、ワクワクは大事だよね。はい。心がこう浮き立つみたいなこと。ええー、楽しみなことね。ねえ。そうですね。今さ、横山モーデン。はい。なんかあれ見慣れた顔の人がいるとかって思ったら、はい、この間の月曜日に、あの、ニバコスタジオで出張横山モーデに行った時に、熊野で筆を作ったの。はい、体験で、その筆ができたよって言って、持ってきてくださって。木箱。ほら。わ、き、えほら。うわー、美しい。熊野筆って書いて、横山雄二という名前も書かれてますね。はい、すごい。俺が作ったんです。へえ、なんか、シャーンとした。はい。
筆ですね。そうなんです。同水っていうところ、多分同水だったと思うんだけどね作ったんですよねっていうところ、俺同水一杯ですからって言ったのを覚えてるから、多分同水だったと思うんだけど。さすが熊野ですね。ねえ、そっか、筆作り体験もできるんですね。そうで、そこのお母さんが甘酒を出してくださったの。でその甘酒が美味しいっていう話をしたら、また作ってきたよ。優しい甘酒。甘酒もうアルコールが飛ばしてあるの。ええ、だから普通飲めるの。はい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 、はい、よしこったーとかって、家持って帰ってって話をちょっとだけ番組したの、うん、はい、だからまた持ってきたよとかって、これは筆で、これは年賀状書くための小筆で、でこれあのなんかその、はい、ね、なんか作った分、はい、もう、もう行きなさい行きなさいみたいな、もう、家族みたいなおばあちゃん家から帰るときに、いや、もうごめんごめん、ほんとごめんねっつってわざわざ来てもらってとかって。そうですか、暖かいですね、はい、本当に。いや、ほんと、こうやってワクワクとか、ときめくことがあったりとかするとね、またちょっとしばらく頑張れると思うもんね。はい。いや、ちょっと定期的にね、持ってきていただけたら。ちょ、本当に。同水。本当に。いや、同水、ね。俺同水一派ですから。うんうん、どうですか。ババちゃんにもちょっとね、はい、あの素敵な、この筆で、年賀状とか。あら、はいはい。書いたことあるんですか。アントニオ様みたいな。じゃあ、ジャイアントの方ですよ、みたいな。逆にすごいです。そのつながりあるならば。今日も切れ味最高のトークを聞かせてくれるんじゃないかと思います。呼んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。なんだこの野郎なんだこの野郎、ババがやる、アントニオが年賀状なんかもらったことねえぞこの野郎。ちょっとすんごく優しい。俺も最近書いてねえぞこの野郎もうお願いしますよ、もうね。まあ、心のコミュニケーションが日頃からできてますから大丈夫ですよ、はいはい、ね、そうです、日頃が大事ですからね。いや、今日はですね、皆さんにもういよいよキャンペーンが明日までというお得な商品があるんですよ、はい、それが何かと言いますとね、これです、はい、シェーバーでございます。ヒゲ剃り機ですよね。音から来ましたね。そうなんですよ、工夫してますね。本当ですか。まあちっちゃいんでね、スタジオに持ってこれたんで、もうこれぐらいはね持ってこなきゃと思いましてね、はい、いやこれね本当に切れ味抜群でございます。びっくりするぐらいよく剃れます、うん、なぜなら先端の刃の枚数、はい、4枚刃を搭載した日立の S ブレード、うん、はい、これめっちゃ高級モデルなんですよ、でもですね皆さん、今日お値段がびっくりするぐらい安いです、うん、しかもセット内容がとんでもないです、はい、だから男性の方でね、そろそろシェーバー買い替えたいなと思ってらっしゃった方ね、家電量販店に見に行きますとね、はい、2枚刃3枚刃並んでますけど、4枚刃はもう別格に高いですからね。普通はほらショーケースの中に入ってて店員さんを呼んでね鍵を開けて見せてもらわなきゃいけないような、そんなクラスが4枚刃ですよ、はい、それをジャパネットはとんでもないお値段でご紹介できるわけですから、はい、ぜひ買い替えてくださいシェーバー、うん、そしてね、あのジャパネットでシェーバーご紹介しますと、はい、大体3人に1人ぐらい女性の方なんですよ、だってねシェーバーって贈り物で送ってあげると毎朝使うものだから、そうだね、あ、これあやなからもらった大事なやつだ、ね、あ、そうだ、毎朝顔を思い起こしていただくことができちゃうわけです、毎朝心のコミュニケーションができるんですよ。毎日のコミュニケーションが大事ですから、はい、ぜひ皆さんにはね毎日使えるものを送っていただきたいわけなんですよね。そこに来ましたらシェーバーはうってつけでございます、うん、じゃあ本当によく剃れるのか秘密がありますから、しっかりご紹介しますね、はい、まず単に刃が4つついてるっていうだけじゃないんです、うん、その4つの刃が全部浮き沈みする構造になっております、これ一個一個にサスペンションが入ってるんですよ、はいはいはい、だからねこれが自由自在に動くと思ってくださいね。なぜこれが必要なのかと言いますと、うん、皆さんの顎の形って結構複雑なんですよね、うんうんうん、出っ張っているところもあればへこんでいるところもあります、はい、特に反り残ししがちなのは顎の下のライン、うん、そうだね、ここが残るんですよね。だから皆さんは反り残ししないために、うん、あっちの皮膚を引っ張ってみたり、うん、こっちを引っ張ってみたりあんな顔したりこんな顔したりね、なんでこんな顔で反らにいけんのかなって顔で反るよねもう鏡の前のねそのお父さんの姿あんまりね見せられたもんじゃないですよねそう、でもこのシェーバーにかかれば皆さんが変顔しなくってもですね、うん、シェーバーの方が形を変えて皆さんの顎のラインにピタッと合わせることができますから、いだから短時間でしかも反り残しを抑えて徹底的にツルッツルに深剃りすることができちゃうわけなんですよ。はい、これが日立の4枚刃です、うん、しかもですねお手入れが楽、これがいいよね、ここ大事ね。というのは
まあ、普通のシェーバーはね、ちっちゃいブラシがついてて、はい、シャッシャッシャってやるんですけど、うん、なかなかヒゲくずって取れないんですよね。そう、なんか皮脂汚れだからね。そうそうそう。ちょっと皮膚までちょっと削れちゃうから、そうそう、油がついてんだよね。そうなんですよ。ね、しかもそのままほっとくと嫌な匂いの元になってくる。ね、だから夏場は特に匂うんですよ、シェーバーって。はい、でも、このシェーバーはなんと、丸洗いできます。防水設計なんですね、だから洗面台にお水をためて電動で、はい、これ電源つけたまんまジャーッとね動かしてください、うんうん、ジャブジャブっとするとヒゲくずが面白いように取れます、もうそれが一番めっちゃいいでしょ。やっぱなんかヒゲ剃りって、うん、そのなんだろうね、清潔感みたいなのとちょっと遠いところにあるんだよね。そうそうそう、うん、そうなんですよ。清潔にお使いいただけるっていうのが、ね、はいはい、この防水設計のシェーバーといういいところなんですよね、うん、しかも防水なんでお風呂場に持ち込んでも使えるんです、はい、普通はシャワーついでにヒゲ剃ろうと思ったら T 字カミソリってなっちゃうわけですよね、うんうん、でもこのシェーバーはですね、皆さん泡をたっぷりつけた状態で、はい、そのまま電動でジャーッと剃ることができちゃうんです。俺ないんだよねその経験。これ便利ですよ、気持ちいいですよ、うんうん、いやだって忙しい朝にね T 字カミソリ使ったらほらニキビ跡とかがちょっと切れちゃって、はい、うんうん、朝切った傷ってなかなか血が止まらないんですよね。止まらない、駅まで歩くその数十分間ずっとティッシュで抑えながらっていうご経験皆さんありますよね、うん、そんなこともなくなっちゃうということなんですよ。電動で朝から剃れるってほんと気持ちいいですよ、うん、なのでぜひ皆さんに使っていただかないとね、もったいないので、はい、お値段なんですよ。だって日立が作った4枚刃ですよ、うん、防水仕様ですよ。どう考えても高そうなんですけど、はい、それをお値段税込み15,980円。おお、まあ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 お値段ですよね。でもと思うね、ちょっとね。ただ皆さんご安心ください。なんと明日までは6000円引きいたしまして、今なら1万切っちゃいます。9,980円なんですよ。すごいね。しかも、うん、なんとですね、後々必要になってくる替え刃、はい、これを最初から1個漏れなくつけます。いくら？これ普通に買ったら6000円しますよ。いやー、6000円の4枚刃の替え刃を最初からセットでつけて、お値段そのまま9980円ということなんです。ただ本体はもう3000か4000だ。そうそう、うん、でも本体にも4倍はついてますからね。そうこれも6000するわけだから。いや4倍はね、うん、高いよ。高いんですよ、買えばって。ヒゲ剃りは買いに行った時ちょっと驚くんだよね。そうそう、だから買えば買うぐらいだったらもう本体ごと買い替えようとなるわけですよ、ね、その買えばが最初から1個ついてくんですよ、うん、めちゃいいでしょ、はい、だからこの買えばセットの9980円、本当別格に安いですからね、はい、だからぜひ皆さん、男性の方はご自身用に、女性の方はプレゼントにぜひご検討くださいと、はい、こういうことでございます。お色も3色からレッドとブルーとシルバーからお選びいただくことができますんで、うん、ぜひぜひお早めにフリーダイヤル0120-441-555番、441-555番でお電話お待ちしております。さあ週末を迎えますが、はい、ババちゃん今週は、今週末はね実は出勤なんですよ、うん、というのはね、アザブオフィス、私たちのいるこのオフィスのレイアウト変更っていうのがあって、はい、ラジオが大きくね端から端まで移動するんです。へえ。だからラジオブースがそっくりそのままこう動かさなきゃいけないんで、より窓際に行かせる。そう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 、追いやられる感じですかね。端から違う端に行くそうなんです、端から端に窓際から窓際へそうなんですよ。だからまあしょうがないから出勤して立ち会いをしなきゃいけないっていうね、模様替え、そう模様替えなんですよね。だから出勤してます。ただね、普通に働いてますね。なんかこう言い方がさ、アザブオフィスがいうところがいやらしいよね。おしゃれだなと思いました。いやらしい。ね、一番下ださ、あのアザブですもんね。はい、あのアザブです、はい。東京のど真ん中でございます。俺たちこうやって言ってるけど、はい、何気にリアルにかっこいいかもって思ってるから、ね。キラキラしてますもんね。そうなんだよね。はい、羨ましいです。ではでは週末も頑張ってまた来週もよろしくお願いします。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパネット高田ラジオショッピング、今週もババさんでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は私浪費か倹約かというテーマでお送りしています。はい、
ラジオネーム福山のコウモリ男さんです。あいよ。いつもは倹約家の妻ですが、買い物に行った時、孫のものは予算オーバーしてもついあれもこれもと買っています、うん、ただ僕が欲しいものをカゴに入れると後でぎっちり請求されます。あ、まあそういうもんだよね、うん、うんうん、まあ、お孫さん、孫はもう別腹もうがっつり食っても別腹確かに、うん、食べちゃいたいぐらい可愛いですもんね。全然ですよ、何でも OK ですよきっとまあただこれ孫いないけどね私はまだ孫側ですそうかそうだね、まだギリギリ孫側。もうさ俺らの年齢の人たちがことごとくじいちゃんなったよとかさ、なってんの。はい、もうこんなに変わるかねとか、あとほんと可愛いのってもうほんとこんとこんな可愛いかねと思うらしいね。はいね、はい、楽しみですね。またね、別腹っていうもん、ね、ラジオネームあんきもぽんちゃんさんです。はい、先日親友ではないけどある程度親しい知人が赤ちゃんを産みました、うん、はい、とても喜ばしいことなのですが、その知人から我が家は今お金がなくてすごく節約をしているのでお祝いをいただいてもお返しをすることができません、なのでお祝いはなしでね、うん、と告げられました、はい、祝ってあげたいようななんだかちょっとほっとしたような複雑な気持ちになりました、うん、ああ。でも謙遜かもしれないからね。そうですね、うん、多分気を使わせないための文句だったような気もしますね、はいはい、ね、だからどっちかだよね、うん、お祝いはお断りしますっていうのか、もう逆に言うと改正でなんかしましょうとかさ、だから向こうがなんかいろんなこと考えなくていいようにとか、はい、準備しなくていいようにみたいなことの方が最近なんか気が利くよねっていう気がするよね、うん、そうですね、うん、あんまり相手にこう気を使わせないように、ね、はい、気遣いありますよね。なんか葬儀なんかも最近、はい、もうあの列席参列はもう全てお断りします、あとはあのお金とか商品とかみたいなものも全てお断りしますっていうのがもうちょっと定番みたいになってるよね、はい、そうですね、はい、なんか弔電とかも全て辞退されましたっていう ね、うん、ねいうのありますよね。ある、はい、なのでこっち側が逆に言うと踏み込めないというかみたいな感じだけど、まあ向こうからすればっていうのとこっち側からもそうやって言われるとまあじゃあいいかってこう逆に気にしなくてもいいかと思ってするから、はい、1年後とか3年後とかに1回だけ日本行動の線香置くとこかなとかみたいな感じになっとくよね、はいはいはい、そうですね、うんうん、続いてラジオネームエギザイルさんです、はい、私の一番の浪費は毎月の定期代です、はい、下関まで新幹線通勤をしていますが、うん、通勤手当の上限は3ヶ月で22万5000円です。おただ定期代は43万円、おかなりの額を自分で支払っています、うん、周りからは引っ越した方がいいんじゃないと言われますが、うん、カープの試合を見に行ったり午前様を AM ラジオで聞けたりできることを考えると、はい、広島からの通いを選択してしまっています。いやその中にうち入れてほしくないな、ちょっと金使う理由が午前様だっていう、 うちは何だってラジコがあるからさ、ラジコある全然いいよそうですよね、いやバカってやっぱいるんだねいやまあね、そうね、嬉しいですけどね。そうカープの試合が、はい、下関でもよかろうじゃん、うんうん、ね、確かに見に行ったりとかするのもね、何回も、たまに行けばいいわけでしょ、だってそうですね、年に何回か、週に1回とかさ、週末だけ広島カープの試合を見に行きますの方が安いんでしょ、だって、うん、そうです、20万ぐらい自腹で払われてますからね。だからバカっているんだなっていうのをあのトークバックで馬様が言ってないですバカって言ってください、これ言ってないです、ピスタチオからもっともっと強めに言ってください、 いやそんな指示は飛んできません、はい、もう二度とそんなバカみたいな自慢をするなって言ってくださいとピスタチオからも言います全然自慢じゃないです、はい、バイトじゃそうだそうだそういうこいつはバカだバカだそんなやり取りされてませんよ、大丈夫ですよサブの方でものすごくみんながゆえ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 いいえ、うん、いいえあれだろうつって自慢だろう自慢だろう自慢じゃないですよねそんなことはないですよねラジオネーム気まま水星人さんです、はい、私は柑橘類を買うことがないぐらい柑橘類をいただきます。皮の分厚いものはゴミがかさばるので敬遠しがちでしたが、うん、去年からその皮で柑橘ピールを作っています。ピール？はい、とても手間がかかるんですが美味しくて達成感もありまさに一挙両得です、うん、ただエコと思いきやたくさんの砂糖と光熱費がかかるので微妙なんですが、今年も甘夏とレモンのピールが美味しくできました、はい、あの皮を多分砂糖とかで柔らかくこう煮込むもの、うんうんうん、あ、なんかあるね、
砂糖漬けみたいなやつ、うん、あそうですね多分きっとねあれがピールっていうの、はい、皮っていう意味ですもんねピールっていうのがうわ額があるわ今うまさんもそうですよみたいな顔で言ったけどそんな額あんの皮ってピールっていうのはいいやソースねっていやすっごいソースっていうワードも入れてきたわちょっといや関係ない全然関係ないです皮とソースさらっとしたら知らない食べ物の名前言われると、うん、さらっとするよねいやいやいやピールはでもね、はい、ピーだって皮顔のねこう顔をこう綺麗にするのとかピーリングって言ったりしますよへえ。なんか皮膚ちょっとこう俺は顔を綺麗にするのはタイミングだと思うけどねどちらかといえば歌いたいだけですよねだってさ昨日だっけな手島がさ、はい、その東京行ってたじゃん俺がで銀座で角川春樹事務所の人と飲んだよって言って、はいはいはい、だから岡山さんと飲んだんですかって言ったら、はい、だからあそうだよそうそうとかって、あとその海老原さんですねお世話になってる人がいてさ、はい、とかと飲んだよって言ったらあそうっすかカルパッチョっすよねって言ってた言ってたよ、ね、それは言ってましたあれでしょ岡山さん今日この魚食い方どうしますかあカルパッチョって言ったあの岡山さんしょってそんなことを覚えてんだって思うじゃん人って私もびっくりしました、うんうん、手島さんカルパッチョな人ですよね言ってた時ミスターカルパッチョですよね本当すごいですね手島さんね変なの思い出すよ ね, すね俺はなんかもう気まま水星人はピールって言ういやいや気まま水星人さんはミスピール気まま水星人さんですあとね今日むちゃくちゃメールがはいむちゃくちゃ来ててそうなんです馬様にえらいいっぱい中に入れてくんねって言ったら、いや、バンドちゃんも、うん、いや、今日すごい多いですよって言ってたありがとうございます。ね。はい。ね、宇品15。はい。浪費か倹約か。はい。私は学生時代、遠距離恋愛をしていました。お彼女に会うために頻繁に新幹線を使って広島に帰っていましたが、はい。結局その遠距離恋愛は長続きせず、終わりを迎えてしまいました。今思えば新幹線代や電話代などにたくさんお金を使ってましたね。うん、そういうものではありますよね。あらもうカロさんはちょっと乗っかってきたけど、そういう経験はござる。ござるってござるでございます。ござるでございますか。江戸時代ですか。いかがでございますか。ございません。でさん。あたすどうでございます。そういう経験はございません。遠距離やつはどうですか。いや遠距離やつは。つうのは遠距離やつうのはもう心のつながりやな大事なの心のつながりやでこの姉さん大したコメント言わねえなお金のことはもう損得勘定やない恋はね大事なのは心のつながり距離やないそう、はい、距離関係ないんだせや心さえつながっているんだってことです、ねはい、大したこと言わねえなこの人生相談あとぷくぷくママ私は倹約家ではありません話題になっているものはすぐ飛びつきます、はい、そんな私でも倹約家になった時がありますおそれは西日本豪雨で断水生活を強いられた時です、はい、その時はトイレ1回流すのに1回6リットル必要だと知りました、はい、頭では水は大切と分かっていましたが体験をしないと分からないことがありますね今年の梅雨は大きな災害がなく終わりますようにとねえそうですね、うんうん、私も前友達が結婚した時に結婚祝いをそれこそ6人ぐらいみんなで送ろうってなって、はい、何が欲しいって希望を聞いたんですよ、うんうん、そしたら防災セットが欲しいって言われて、はいはい、今もう2万円ぐらいで、うん、すっごくおしゃれな雰囲気の防災セットがあって、うんはい、全部いろいろ入ってるんですよね、はい、でそれが欲しいって言われたから、うん、みんなでそれまあそれだけじゃないですけどいろいろ送ったりとかしましたし今あと家にも簡易お手洗いセット、はい、10個入りのものを、うんこう普通に置いててもおしゃれな雰囲気のインテリアになるものがあるんです、はい、それを実家と自分の家と一つずつ置いてたりとかします、うん、昔御前様も、はい、リスナープレゼント防災グッズあ、ね、そうですよねだったの、ええ、それがさボロいやいやいやボロいいえなん、うん、電池を入れなきゃいけないものがあるんだけど、はいはいはい、電池が小さすぎて、あれもうボタンぐらいしかないの、うん、ボタン電池の本当、はい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 、なんかそれを3つも4つもこう重ねなきゃいけない、でよし
あれって、あれどこ行った、どこ行った、どこ行った、ほら、もう使えなくなったわ、みたいな感じの防災グッズだったの。これ災害があった時、これを電気つけることでもう、もう一つ災害になるよぐらいの状態だったのね。そうでしたか。だからよりいいもの。はい。なんかを自分らでちゃんと作ったりとか、うん、はい、チェックしたりとかしなきゃいけないよね。そうですね、はい、自分でいろいろ検索したりとかもね、そうしても、あと防災グッズは一回ちゃんと使っとかないと、はい、その大変な時に新しいことをやんなきゃいけないっていうことになっちゃうから、はい、ある程度慣れてますっていうものにしないと絶対使わないからね。そうですよね、はい、確かに。あとはね、はい、93キロのふっこら、私毎晩仕事から帰って晩酌をしているんですが、はい、毎日安い第三のビールや安いパックの焼酎を飲んでいるとその味に慣れてしまって、逆に値段の高いプレミアムビールや高級焼酎があまり美味しくないと感じる体質になってしまいました、はい、日々の習慣、人間の舌も好みも全ては値段が変えてしまうんですね。このコロナ禍の私、自宅で安い酒ばかり飲む倹約家になってしまいました。わかる、うん、俺たち も,、はい、もう家であの発泡酒ばっかり飲んでたりとかするから、たまに生ビールちゃんとしたの飲むじゃん、はい、にかうわにかって思って、そうですよね、なんかそう言いたくなりますよね。なんか大人って嫌だね、こんなの飲まなきゃいけないにかって言いながら飲む。そうかもしれませんねそしてラジオネームフリージア大好きさん、はい、私はネギの根はプランターに植えて お味噌汁に取ってきて使ったり、うん、大根や人参の皮をきんぴらにして食材を無駄にしないように心がけて倹約をするようにしています。はあ、はあはあ、素晴らしいじゃないですか。そうですね、なんか野菜の皮とかも集めて取っておいて、うん、はい、でまとめてなんか野菜の出汁を取ったりとかされる方も結構いらっしゃるって。だってあのコーヒー豆も、はい、コーヒー入れて捨てたりするじゃない、ね、だけどあれは例えば芳香剤になったりとか、はい、俺らタバコ吸う人間からすると灰皿にあれを引いてて、でタバコ消す時にジューってやるとコーヒーの香りがパーッとなったりとか、すごく心安らぐものになったりとかするんだよね。ね、もうそういう時に限って灰皿をパーッとこぼして、はい、もうコーヒー豆もこぼしたみたいなことになるんだけどねそうですね、結局は一つの手違いでそういうこと余計な手間がかかるっていう。でもそういうことを丁寧にできるような人に私もなりたいなと思います。そうそう、はい、なんか楽しみ方を知ってるみたいな人になりたいよ ね、うん、ね。あとなかなか聞かなそうな名前が、ほい、メバルからね。散髪は1ヶ月に2回、はいはい、2ヶ月に3回のペースで言っているのですが、もったいない、月1でいいですと言われます。パリッとカッてしてもらうという気分も上がり、いやいや値段には変えがたいと思うのですが、はい、これは浪費なんでしょうか、とか。脳天親父、倹約家といえば私の妻も水を買うことはありません。空のペットボトルに自宅の水道水を入れて持ち歩いています、はい、だって普通に水道水美味しく飲めるんですもの、まあ、そうですよね、綺麗、うん、ですからね日本の水。いやそうそう、うん、いや切りないからね。そうでもそれを浪費だっていうのもまた心に悪かったりするじゃない、ね、そう、自分の心が豊かに過ごすためには必要だったりしますから、はい、自分の機嫌を自分で取るっていうことが大事だからね、はい、間違いないです、はいはい、そんなこんなで今週は私浪費家倹約家でお送りしてきましたが、はい、ここで来週のテーマを発表します。はい、家を見渡すとセロテープ、ガムテープ、ビニールテープ、以前はカセットテープ、ビデオテープなど結構テープってありますよね。ほう、そこで来週はテープあれこれというテーマでお送りしていきます、はい、皆さんのテープにまつわるお話を教えてください。例えば紙でできたクラフトテープよりも布テープの方が切れ味がいいので好きです。あ、布テープは、はい、手にすごいくっつきやすいから嫌です。あ、粘着残りますよね、うん、はい、わかります。でわーってしてるうちにペタッて、はい、テープ同士がくっついて、もうほら剥げんくなったってなる。そうですね、あとこう一回ガッて切ろうと思っても一、うん、本だけチューってあー残ったみたいな。残る、そうなんですよね、うん、でも段ボールとかだと布テープが貼られてる方が、はい、なんかありがたいかも、そうちゃんとしてるって思う、ね、剥がしやすかったりしますよねなどなど、来週はテープあれこれというテーマでお送りしていきます、はい、皆さんからのお便りをお待ちしています。
さあ、この時間になりますと、午前様クイズのおさらい、そして当選者の発表ということですけども、今日は私から、私、浪費家、倹約家で問題を出させていただきました。はい。倹約家っていう意味で言うと、はい、もったいないなと思ってやらないうちによりもったいないことになっているというあることがあります。はい。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題でしたけども、はい、電池切れの時計を、電池代がもったいないと思ってそのままにしてるうちに、はい、使えない時計としてずっとあるという、うん、もったいないなと。で、ね、そうこうしてるうちにベルトとかもダメになっていくっていう状況になっています。はい、いざ直すときにね、はい、思った以上に出費が重ねてしまいますよね。そうなんです。本当そう。持っていきたいときにも持っていけないし、ということで今日は、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、こちらの方々にプレゼントします。はい、ラジオネーム炎と宇品西のカーニバルさん、うん、猫団子さん、元町元子さん、3人の方です。はい、おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。ラジオネーム水亀うさぎさんです。はい。昨夜は蒸し暑く少し寝苦しい夜でしたよね、うん、さらに明け方の強い風の音でいつもよりも1時間早く目が覚めました、はい、今日も蒸し暑くなりそうですが、まめに水分補給をしラジオを聞きながら農作業をしたいです、うん、今日も楽しい放送をお願いします。はいはい、今日はね、あの平和公園の旗、はいはいはい、もうすごいずーっとバーっと旗見えてるからね、風強そうだよね。そうですね、うん、確かにね、まあでもこれで風がないとね、はい、ほんとムシムシしてるからね。そうです、風ぐらいはあってほしいですね、はい、なんかあの自分が思ってる以上に体温が上がってたりとか、あと水分を補給しなきゃいけないみたいなので、熱中症対策しっかりやって、あと塩分控えめの食事をされてる方も塩は舐めてくださいね、はい、これ難しいところで、ね、そうですね、飴とかタブレットとか今ありますからね。そうなんだよね、はい、あとはね、チーボーから、はい、ランドセル活動乱活春先かと思っていたら本当に早くなっていますよね。我が家のランドセルまだ捨てられずに卒業から20年経っても2つともクローゼットに置いてあります。はい、少し根の張る綺麗なままのカバンを変身させてあげたいなとは思ってるんですけどね、つって。でこれについてはテテさんからもオープニングのランドセルの話ですが、私も息子のランドセルをリメイクするために、はい、自分で革細工の教室に通いました。で、息子のランドセルは素材が柔らかいためパスケースとペンケースにしましたが、なるほど、友人の本革のランドセルはとっても素敵なお財布になりましたよと。高校生の息子たちが今大事にそれを使ってくれています。そうですか。へー、でもね、自分で実際にこう裁断じゃないですけど、うん、ハサミを入れるときドキドキしそうですよね。そうだね、うん、あとなるべくこう少ない素材で作ってやろうとか思ったりとかするんで、うんうんうん、はい、だって昔さ、うん、島田紳介さんが、はい、あの海に潜るときにウエットスーツって言うじゃん、でウエットスーツってものすごい特別な素材で作ってるから、はい、1枚の紙をほとんどそのスーツの形で裁断するんだよね、はい、だからすっごい残る部分があるの、でそれであなたの名前が打てますよっていうキーホルダー作ったの、はい、飛ぶように売れたの。だから無駄にしてた部分を再利用しただけなんだけど、はい、あるよね。ねえ、上手ですね。ランドセルこうやってやって残ったこの本革なんか使えんかいでそれはたなんか考える時間が楽しかったりしますよね、うんうんうん、そうね、あれもいいこれもいいみたいな、はいはい、うん、素敵なことになるとね、いいです ね。またそれから秀才中本さんです。はい、あさっては TBS ラジオ地方創生プログラム 1J に各局のご長寿番組特集に横山さん電話出演されるということで、はいはい、今回午前様様の話題や横山さんのラジオに対する熱い思いなど様々なことが聞けることをとっても楽しみにしています、はい、日曜日の放送頑張ってください。そうだね、日曜サンデーの前だからね。あ、そうですよね、うん、嬉しいですね。また元カリアユイカさん、はい、ジャングルポケット斉藤さんねえと話ができるということですけど、いやーでもね、朝からもう自宅に電話かかってくるらしいんですね。はいはいはい、大変なーと思っていやいやいや、そんな自宅にまでさ電話ですから、もしもし、どうせなら行った方が楽しいじゃん。まあそうなんですよ、ね、それも元カリアさんとかとひょっとしたら
なんかいい関係になって、なんか恋が芽生えてるとか、恋は芽生えるかどうかわかりませんけど、うん、確かにね、実際にお会いしてあとまたちょっと話も違いますね。ジャングルポケットの斉藤さんともジャングル風呂一緒に入れたりとか、ジャングル風呂仲良くなれるかもしれないし、ね、あ、仲良くはなりたいですもんね。ターザンごっことかできたかもしれない。あ、楽しいですねそれ ね, ね、できたらよかったですけどね。電話だとね、うん、本番だけになっちゃうからさ。そうですよね、うん、もう直前でよろしくお願いしますってありがとうございました、ね、そんな言うほど大した時間もないから大したこと言えないしさ楽しみにされてる方でもね、いっぱいいらっしゃる。そうだね、はい、でもラジオが楽しみというと、さつまいもから、私も学生時代に授業中ラジオで日本シリーズを聞いている女の子がいました、はあ、お点が入ると指で1点とか2点とかクラスのみんなに教えてくれていました。厳しい先生の授業の時はバレるのが怖くってクラス全体にラジオを聞いている子がいるというだけで緊張感がありました当時はプロ野球選手がアイドルでジャニーズを応援するのと同じ感覚で応援していたと思いますよということで、ということは我々もアイドルとしてまた来週も頑張らせていただきますので、ぜひお聞きいただければと思います、はい、また来週。さらばじゃ。